皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます。川村彩奈です。昨日さ、はい、あの今年から私横山はあの日本最大級の CM コンテスト、はい、ACC 東京クリエイティビティアワードの審査員を仰せつかっているので、はい、ラジオ CM を100本聞きました。おすごい。15秒20秒ぐらいのラジオ CM を。これが最近の CM は、はい、あのシリーズものとかあるじゃないですか、だから長編のは10分とかあるんですよ。もうドラマですね。ドラマなの。90秒6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 0秒ららら。でも10分ぐらいのシリーズがあったりとか、もういろんな CM があるのね、でまだ100本聞きましたけど、はい、半分も聞けてないっていう状況なんですけど、うわすごい。まあね、あこれ午前様で聞いたわって CM があったりとか、こんな CM があんだねとかって、もういろんなのがあるの。で真面目なのからふざけたのまで、はいはい、まあ、午前様で、あのあーっと思ったのはバンバラバンバンバラバンバラバンバンバラバンバラバンバンバンバラバンバンズンズンズンってやった、ああいうのとかもシリーズがずっとあるのよ。あとチャーリーってあのゴキブリが、チャーリーは誰に話しかけてるんだ、はい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 、架空の友達じゃないのチャーリーとかって、あれもシリーズものですよね。ああいうのがずーっともうひたすらあるの、はいはい、それで一本聞くと次へっていうのになってて、でその次へっていうのを押す前に012ってあるの。0は次に通過しません、はい、1は通過します、2は1位2位3位に入れてもいいですっていう。へえ、その3段階なんですね。3段階、まずその3段階、はい、それで、自分が 2,300 本聞かなきゃいけないのよ、はい、でその中で、およそ 7% を1位通過にしてくださいって言われてるの、はあ、だからむっちゃ悩むの。確かに確かに、自分の中でいろいろ配分考えますよね。そうなの。まだ聞いてないのもあるし、だから10本ぐらい聞いて、1本ぐらいああ通過かみたいな感じのことすんの、だからいやさっき面白いと思ってたけどこっちの方が面白いもんなと思って、はい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 、あと同じブランド同じメーカーとかが何本も出してたりとかすんの。だから最初面白いと思ったのが、はい、後から同じものが来たりとかする商品が、だからいやこっち側の方がよくできてるなと思って、はい、でさっきのところ戻る戻る戻る戻って、はい、さっきのやつ1ってつけたけど0ってしてまでもみたいなこと延々へえ。だけど思ったよ、午前様の中で流れてる CM、はい、面白いの多かったんだと思った。そうですか。まあでも100本も聞いたらそうですよね。それだけ聞くってなるとやっぱ最初の方はちょっと審査が、考えてみたら辛口になっちゃったなとか、なんかありそうですよね。でも100本聞いた中で、ああやっぱあれがダントツ面白かったなと思ったのは、1本目に聞いたのだった。あそうですか。一番最初聞いた時に俺笑ったのガーッつって、20秒の CM だったんだけど、はい、すごい笑ったの、はい、であレベル高っと思って、で2本目3本目4本目ってずっと聞くじゃん、だからあれそんなでもないのかなとかって思い出してで結局100本ぐらい聞いたとこで疲れてくるのよ頭が、はい、いやそりゃそうですよね。で俺多分これ以上聞いてたら、はい、ちょっと審査に悪意が出てくると思ってイライラくるわもうこいつとかって。確かに細かいことが気になりそうですよね。そうなのよ、でやめようと思ってやめて、はい、で残りあとまだ2時間ぐらいだから CM だけで聞かなきゃいけないの、でそれを9月の半ばぐらいまでにやって、で10月の頭に最終審査が全国の皆さんと本当は東京で会って会議があったりするんだけど、まあ、今年は無理なのでリモートで最後みんなで話をして、であのなんだ金メダル、銀メダル、はい、銅メダルみたいなのを決めるの。うわすっごい大役ですね。横山大役だよ、だって今までは審査される側にいたんだからね。そうですよね。じゃあもしかしたら私とかが読んだコマーシャルの原稿とかが横山さんに審査されることもあるかもしれない。あのたくさんの放送局の CM も聞いてます。はい、それやっぱ午前様相方としてなのね、はいはいはい、ちょっとね下駄を履かせていただいて、2とかね、はいはいはい、はい、くださったらいいなーなんて思うんですけど、自分が出てる CM はスキップしてくださいって書いてあった、はい、審査危険っていうのがあるのボタンがでスキップしてください。あそうですか。でも、はい、分かんないからね、出てないふりもできるじゃん。
とか関わってないフリもできるし、あ、全然知りませんよ、ね、あといろんな地域の放送局の方の、例えば RCC なら RCC の CM とか、はい、でほらこの番組とかだったら、WBC 和歌山放送、しそ丸のとこ、はい、とかさ、ジュネさんとか静岡放送、あ、原田さんとこって言ったか分かりやすいか、いやいや、ジュネさんでも分かりますし原田さんでも分かります、メディア王原田さんSBS のね、はい、の放送局とか、あとは例えば澤田浩二さんがいらっしゃるとこ、パオのとことかの KBC とかの CM もあったりするのよ、自社制作の CM みたいな、はい、だから別に忖度があってもおかしくないじゃん、まあまあまあ、だってね、お付き合いがあるんですもんね、はい、で、はい、ちなみに WBC 和歌山放送あったの、あ、はい、つまんなかったあ、そうですか横山さんの基準の中ではそうでしたか、いやだけど人知れず、こうやっていろんな審査員の方々が自分のそのプライベートな時間とかを割いて、でチェックして、で最後総評とかも言わなきゃいけないからさ、この作品を何で選んだかと、こうで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 これで面白かった、はい、はい、じゃあ次、はい、でまた聞く、あ、これはゼロ、あ、これはもう書かんでいいわ、これ1、これはこうで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 みたいな、難しい難しい、でも結局オチのキレみたいなんだね、そうですね、オチのキレ、インパクトですもんね、少ない時間の中でどれだけインパクトを残すかっていうとこですよね、でほらもう日本中のさ、電通とか博報堂とかっていう CM のクリエイターたちがどうですかって出してるわけじゃん、でそれをその地方局にいるラジオ局で喋ってる俺が聞くわけじゃん、たら、いや平成の番組の方がよっぽどクオリティ高いですよって言いたいものもあるしやっぱお前たちは専門で、お前たちなりにやるのっていうのもあるしそうですよね、うならされたり笑ったりしながら、うん、でもやっぱ本当キレなんだと思った、はい、最後のオチが弱いと思う CM があるじゃん、あ、これ面白いかもと思って、はいはい、最後どう思ってくるんだ、あ、そこか、いや多分アイデア 5,6 個しか出さなかったでしょ、それね10とか20としたらもっといいオチがあったってと思うんだよいやでも横山さん作る側に回ってもなんかいかんなく才能発揮しそうですよね俺作る方が向いてるかもしれない、審査するよりみたいな、もともとはだって裏方志望だからね、ああそうですよね、だって映画研究会、ね、そうですそうです、ね、作る方をやりたかったわけですよ、うん、で作る方を就職活動で探したけど、はい、どういう風に就職していいか分かんなかったのよ、だって映画監督になりたかったわけだから、はい、映画監督っていう就職先ないじゃん、そうです、ね、これ川村さんとかは弁護士だったから弁護士というか、まあ放送関係につかせていただきたいなっていう時期もありました、そういう時期もありました、まあ、すぐもう広島大学法学部弁護士偏差値80以上ね、そんなないですないです、俺第一経済大学経済学部偏差値8この間2って言ってましたよ6上がちょっと勉強したからみんな知恵なんです、就職先がないのよ映画監督って、はい、そうですよね、そうなの、うん、でどうやってなっていいか分かんないから、うん、それこそ放送関係とか探してるうちに、うちほら5個上の姉由美っていうのがアナウンサーやってたから、はい、あ、アナウンサーいいか、うん、なんかチヤホヤされてるしとかそうですよ、ね、そうなの、本当にありがたいこと、なんか全然さ中学高校とモテるタイプじゃなかったうちの姉由美がバリバリモテてますみたいなそうモテ聞きましたぐらい、すごいの、ね、いやそうですよ、でスニーカーを裸足で履いていってとかするのよ、あ、おしゃれかっけーと思って、おしゃれでスーパーカー乗ったりとかして、宮崎なのにみたいな誰か引くんじゃないのとかって思いながらいいですよ、海沿い走ってほしいですね、そうなので、ウィンドサーフィンやってるのよ、はい、休みの日は、素敵、めちゃくちゃ人生楽しそう、あんなことできんだと思ってアナウンサーになったのに、うんうん、やってることを夜中にラジオ CM 聞いてもう全然別世界ね、何十年も経ってでもそう考えたらラジオで読ませていただくリスナーさんのメールとかも、はい、ちょっと似たような部分があるかもしれないですね、そうだね、短い間でどれだけのインパクトを残したりとか、うん、何をキーワードに織り込んだりとかして印象に残るかみたいなところがありますよね、そうだね、まずディレクターさんの目を通過して、うんうん、で私たち にが読ませていただくわけですから、はいはい、結構フィルターとしては厳しいものあります、ね、厳しいよねそうですよね、でほら常連さんとかだとさ、はい、俺たちも、もっといいものができんじゃないのってちょっと思うじゃん、で
あの初メールですとかいう人たちのは、はいね、文章長いしさでつまんないしさ、はい、って時もあります。だけどものすごい初メールでとか、はい、いつも聞かせていただいていましたみたいな思いはあったりするから、ね、まあ読んでやろうか上から目線送っていただいたのに読んだら相当喜ぶんじゃないのとかって、ね、もう乳首とかコリコリになるんでしょみたいな感じになるからさ、すいませんけど。でそうだからそれがその初メールからシリーズものになっていくとだんだんフィルターが厳しくなっていくっていう、そうズンズンズンっていうのが難しくなるんだよね同じことですよね。でも今日、はい、あのさ、スーパーミキンコリニスタっていう映画の主演の高山莉子さんという方をご紹介するの、はい、で実は俺もまだお会いしたことがないし喋ったこともないの、で明日、広島の横川シネマで一緒に午後3時半から舞台挨拶を草場さんっていう監督さんと、その高山さんっていう方3人と、だから主演俳優、監督、俺っていうトークショーをやることになったのね、でせっかくだったら御前様にも出てくださればいいじゃないですかっていう話になったんだけど、はい、映画会社の方から俺のところ直に連絡が来たの、ファックスで、もうくっそ汚い字でファックスでしかもくっそ汚い字、はいはい、もう全部字が斜めになってるみたいな、くっそこんな汚いファックス初めて見たぐらい汚い字で、で女の子だったんだけど担当が、いやその子が実は高山さんっていう方が広島出身なんですと、それでお父様とかお母様とかに広島で映画が公開されるときに、なんで紹介してもらったら一番影響があるのかって言ったら御前様って言ったの。嬉しい。だからリスナーさんらしいのよ。はい、ご両親が。そう。わ、嬉しいです。審査合格です。偉そう。だからちょっと今日番組に呼んであげようと思って。めちゃくちゃドヤ顔で言ってますよ。出ていただけるということで。でも嬉しいよね。ね、そうですね。映画の主演をよ、はい、する女優さんのご両親が、いや御前様出た方がいいよっつって娘に、ね、言ってくださってご縁がつながって、しかもその広島出身の方っていうのがね、そうだよね、また嬉しいですよね、誇らしいですね。ね、多分まあお父さんもお母さんもね、今頃剣山とか下に敷き詰めてで正座をしてくださってると思うんですよね。いや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 、いやそんなね、まさか座布団引いて正座とかじゃないでしょ、剣山とかをえ、なんでそんな仕打ちを受けさせないといけないんですか。娘はありがとうございます。全然川村さん、エコエコあざらく、エコエコザメラクちょっと呪いをかけさせていただきます。なんで私に呪いかけちゃうんですか。いつも平成から嘘ばっかりおっしゃって。言ってません、本当のことしか。偉そうに喋る横山さんのその雰囲気に水を向けるのは川村さんだから。ええ、頑張ってますよ。それ本当頑張ってます、負けないように。ええ、川村さんの顔が変な顔になりますよ。私ご両親何しました。何もしてないです。お会いもできてないです。いやでもこうやってさ、はい、番組でいろんなことを自分の好き勝手喋らせていただいてさ、好きなこと言って、でそれをまた好きな人が集まってくださって、ラジオとかはさ、むちゃくちゃ幸せな空間なんだよね。そうですね。これ知らないです私って言ったら、これはこういうものですよって言ってリスナーさんがいろいろ教えてくださるっていう関係性。いや川村さんが私これ知らないですよって言ったことは一度もないと思います。知らないことだらけ。川村さん全部ご存知じゃないですか。世の中の神羅万象。知りません。全くです、本当に。もう本当にもうね、うちの社員みんな言ってますよ、川村さんのことを広辞苑っつって、もう何でも知ってます。知りません、知りません。広辞苑が来たっつって、いや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 、とんでもないです。いやいや、広辞苑っていうか、私はもうどちらかというとなりたいのはアクセント辞典だと思ってますから。ヒューヒュー、アナウンサーとして、プロ意識強め、アナウンサーとして、はい、まあ、そのぐらいにはなりたいですけど、本当にもう知らないことだらけで、皆さんに教えていただきながら、ね、俺はもうね、使うテクニックは全部四十八手って決めてるから、うん。ああそうですか、48しかない。少ないですね、決め手が。少ないですね、もうちょっとあるかなと思います。108ぐらい、煩悩並みぐらいあるかなと思います。48しかないですよ、申し訳ないですけど。川村さんみたいにもう何ページにも渡らないし、これかこれかこれ。いや3種類じゃなくて012ぐらいですか、それこそ。いやでもね、たくさんのメールがある中で選ばれしリスナーの方をご紹介させていただこうと思いますが、はい、秋生まれのおばちゃん、はい、昨日スーパーで買い物をしてお会計をしたら合計金額が2525円
でした。あ、ニコニコってなって、いや素敵とちょっと笑えました。はい、こんな時期じゃけどもなんとか踏ん張って笑って過ごしんさいと私へのメッセージなのかなと思いました。ない横山さんが何のことはない、別にどうってことないことでも気づけたり楽しんだり面白がったりすることが大事と常日頃からおっしゃっていることが自然と私にも染み付いているのでしょうかっていう、秋生まれの場所ね、横山チルドレンですけども、はいはいはい、まあ、俺よりも年上確かに確かによく言いますね人生の先輩に対して、おいババアこらでもニコニコあるじゃんあんまないですね7777とか、はいはいはい、1111とかありますけど、うん、2525が確かにないと思って、うちのあったら嬉しいです。実家の父敬語がやってた、はい、あの不動産屋さん、はい、第五商事って言うんですけど、はい、電話番号が 28-2525 だったの。はい、ニヤッと笑ってニコニコだったの。いや従業員みんなもうすげえ誰も笑ってない眉間にしわ寄せてクーってしてるような会社だった。だからこそじゃないですか、もう看板に偽りやでも覚えやすくはありますよねニヤッとニコニコだったら、ね、ラジオネームフリージア大好きさんです、はい、昨日買い物に行くと大きな栗がネットに入って置かれていたので、はい、ああ秋が来たなと思いお値段を見ると高かったので見るだけにしました、うん、横のおばあさんも栗を手に持ちましたがお値段を見て戻して去っていきました、うん、早く値段が下がって栗ご飯が食べたいです。あ、隣のおばさんは戻しちゃったんですか。戻した栗見てうーって違う違う違う あ, あまりにも確かに高すぎてうーってもうえずいちゃう。いくらぐらいでそうなります。確かにお値段を見て戻して去っていきましたって書いてあるんです。受け取りようによってはそう見てうえって言って向こうに楽しいですねそういうスーパーね。でもその栗みんなに見られてんだろうね。そうです。あ、栗が出たのか、あーってネットとか持って高ってみんな置いていくんだ。そうそう、いくらぐらいなのかしらっていう ねそれでね、そう、ちょっとでも食べたいよね。食べたいですね、うん、もう栗ご飯の時期ですよね。そうだね、いいね栗ね。甘い栗を。栗とさつまいもだよね。そうですね、なんか味が似てんだよね両方。ホクホクして、うん、で噛むと奥の方から来る、うん、コクのある甘さってなるんです。違う、奥の方から甘さが来る。私あのでも前午前様の中で、はい、トウモロコシご飯を朝昼晩食べてるって話をちょっとしたことがあるんです。したね。したこの間そのハガキをいただいて、手書きの河村さんが、うん、トウモロコシご飯にハマっているって聞いたので、うん、作ってみました、はい、すごく美味しかったです。71歳にして初めてトウモロコシご飯を食べましたっていう、お便りをいただいて、いや気をつけないと喉に詰まらせて死ぬよ大丈夫です大丈夫です。トウモロコシもご飯も唾小さいですからよく噛んで召し上がってください。でもそれがすごく嬉しかったです。71歳で初めて知りました、超美味しかったですって書いてあってなんかすごくね温かい気持ちになりましたね。でもそういう時期ですよね。そうだね、うん、あとはね、はい、今日は気持ちはケンタッキーなのです。お、福山の立ち色から、え、今日9月9日はカーネル・サンダースさんの誕生日だそうです。へえ。ケンタッキーですね。定期的に食べたくなってしまうでおなじみケンタッキーの創業者で、生きていれば、はい、今131歳だそうです。わ、この話を聞いてしまったのでもう口はケンタッキーの口になっています。はい、今日の帰りに買って帰ろうと思います。ないです。ああ、ケンタッキーの口になってるってことはヒゲが生えてるってことですまあ口周りも一緒にですか玉手箱ですね。そういうのじゃないみたいですでも9月9日ですよ今日。結構記念日多そうですよね。いっぱい来たの。一の蔵からは、ね、今日は9月9日ということで救急の日です。はい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 、先日ひょんなことから救急車に同乗することになりましたが、緊急隊員のテキパキとした姿、そして緊急車両が通る際、はい、一般車両が道を譲ってくれる姿を本当にありがたく思いました、はい、自分ができることといえば道を譲ることしかできませんが、うん、今回の件で改めて道を譲ってもらえることはありがたいことなのだと実感しましたよ。ケンタッキーの日とか救急の 日、ね、はい、あとはなんか栗きんとんの日とかもあるらしいです、ね、嘘ですよ。だってこう書いてありますもん、ここ栗きんとん、それまさか栗クイーン、栗
クイントクイクイントそれアメリカ大統領のクリントンみたいな文の言い方なんじゃないの。K ですけど KY になってるよね。KYU だよね。クリクイントンで聞きようによっては幕がつくこの方でもいいんじゃないかっていう。でもあとなんか究極クックでこう料理の人、はいはいはい、なんかありそうですよね。桜田淳子の人クック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 クッ青い鳥。それはまあやっぱね発売日とか桜田淳子ですの日はい、リスナーの皆さんもじゃあ桜田淳子ですを声を添えてお願いいたしますせーの、はい、上手雑、この人の審査雑ですよ私 ACCCM コンテストの審査員をやらせて、はい、そうですよね、はいはいはい、だからカモさんが拍手をもらえるっていうことは、うん、ちょっと格がね日本のトップクリエイターから今拍手をもらったってことですよ聞いてもないのにそうですね、はい、でもいろんな記念日が今日はありそうですよね。そうだね、俺の中でも桜田淳子記念日あそうですに今日は決定です。まあじゃあ私カモさんはクリキリントンあなた好きそうですか。ということで、はい、そうですね。じゃあ皆さんとともにね、今日9月9日は語呂合わせでこうもできるんじゃないの。いやーそうですね。の記念日大募集。楽しそう楽しそう。私も考え続けます。ということで、はい、皆さんとともに今日も戯れながらお送りしようと思う午前様様。今日は木曜日。今日のメニューです。10時20分頃は午前様通信です。現在公開中の映画孤狼の血レベル2では私たちもエキストラとして出演をさせていただきましたが、はい、今日はオープニングでもお話しました、そんなエキストラを主人公に描きました映画スーパーミキンコリニスタの主演高山莉子さんに電話でお話を伺っていきます。はい、ね、このスーパーミキンコリニスタは、はい、ピアフィルムコンテストで2冠達成です。すごい。映画会社の日活の賞とあとホリプロの賞、はい、2冠を2019年に取ってすごいの出てきたね。あ、だから高山さんとかも本当無名の俳優さんでいらっしゃってずっと、ただあのいろんな最近ほらミニドラマを見せて、はい、でこう皆さん楽しんでもらうみたいなのがいっぱいあるじゃないですか、ああいうのに、はい、まあまあ出てらっしゃるのよ。あと最近とかだったらねマックの CM で、はい、堺雅人さんの横でマック食べてる。そうなんですか。そう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 。そうですか、はい、じゃあいろいろ、ね、いろ出てらっしゃるんだけど、はいはい、まあ、主演とかね、はい、自分の名前でみたいな感じになると確かにここでバーンと出てこられたから、どうなんだろうみたいな。そうですね、はい、気持ちとかもね、うん、全然違うものもあるでしょうし ね。じゃあお父さんお母さん、はい、ちょっと今剣山を敷いて正座して聞いていらっしゃると思いますけども、じゃあちょっと声を揃えて夫婦で桜田淳子のものまでじゃあはいどうぞ。違う厳しい、ご両親には厳しい、俺が出してやったからみたいなバカ野郎、本当ちゃんとやれ親公共の電波を何だと思ってるんですかまあね、ご両親も聞いてくださっているということですからね、はい、今日は10時20分頃の午前様通信の中でスーパーミキンコリニスタ映画の主演高山莉子さんにお話を伺っていきます、はい、そして9時台と11時台にお送りしている午前様会議です。今週は曲げたり曲がったりというテーマでお送りしています。はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前様様木曜日では行きましょう。朝の運試し午前様クイズ。このコーナーは天人の藻塩の提供でお送りします。じゃあ明日、はい、オープニングお願いね。ちょっとね、今この天人の藻塩 CM の間ね、はい、オープニング面白かったね、楽しかったです。今日もありがとうございます。明日じゃあ川村がメインでちょっとオープニング行こうって言われて、いいんですか私ねみたいなありがとうございますスーパーアヤンコリニスタ登場しますよって言いながら、そうですね、
さあ、クイズの正解者の中から抽選でお一人の方に、はい、鎌狩り物産から天人の模試をギフトセット3000相当をプレゼントします。応募の際にはクイズの答えと住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。では今週の午前様会議のテーマ、曲げたり曲がったりから、今日は川村彩奈問題です。曲げたり曲がったりでクイズかと思って、はい、難しいなと思いながら自分の携帯の中の写真フォルダーバーって遡ってると、周防大島のおじいちゃんの家の写真が出てきました。はいはい。で、あんま最近行ってないなと思いながら眺めてると、うん、浮かんだんですけど、はいはい、周防大島のおじいちゃんの家から徒歩 2,3 分のところにものすごく古い神社があるんです。お、で、もう周りはもう木が生い茂ってて、うん、ちっちゃいお堂がある神社なんですけど、はい、で、そこによくちっちゃい頃おじいちゃんと一緒にお姉ちゃんと3人で行ったりしてました、うん、徒歩 2,3 分です、はい、でそこまでの道って全然道が大きくなくって、はい、で周りは畑だったりとかして本当に田舎なんですけど、うんうんうん、その神社におじいちゃんの家から行くまでに左に曲がる曲がり角が一つあります、はい、そこの曲がり角にある思い出があるんです、はい、さて私は周防大島の祖父母の家から徒歩 2,3 分の古い神社まで行く左に曲がる曲がり角にどんな思い出があるでしょうか。そこにお地蔵さんがあった、はい、はいはい、うん、確かにそうですね。で、お地蔵さんだと信じ込んでいて、つって手合わせたら、ありがとう、つって、お地蔵さんが今で、待って待って、ありがとう、つって、つって、まさかあなたは、堀内孝雄です、ありがとう、つって、お地蔵さんが、堀内孝雄が、たった、周防大島に、周防大島の左曲がり角いました、必ずいるの、堀内孝雄さんなんですか、ありがとうって必ずもう手を合わせてくれた人に言ってくれる。何を備えればいいでしょうか。ギターないです、壊れたギターとか、それとありがとうっつって、いません。俺もいないと思う、はい、分かった。お地蔵さんがちっちゃいのがあって、はい、で、はい、って手を合わせたら、ありがとうって言うんじゃないのと思ったら、あ、言わないって、はい、あ、付け替えられたんだ、堀内孝雄さんから付け替えられたんだと思ったら、それがもう昔からそこに、はい、ずっと神社に備えられてた、ミイラ、フアニータちゃんっていうのが、ありがとうって言って、フアニータちゃんの話はよーく高さんが聞くんですけど、俺一番好きなミイラよく聞く、ミイラ界のアイドルって言われてるミイラがフアニータちゃん、もう多分世界中で一番嬉しくない嬉しくないこうキャッチコピーと言っても過言ではない、フアニータちゃんが置いてあった、あ、ミイラ、いや怖いですね。それは大島にいるわけですか。で、さっき行った時座ってたのに、うん、ああ、ちょっと歩いてパッと見たら、いない、不安にいたじゃんかって。でもミイラじゃない、向かってギター弾いてて、ありがとうって、やっぱ堀内孝雄だったんだって。それどういう名前になるんですか。その方はもうミイラではないですよね、ゾンビですよね。そしたらでもそういうことでしょ。まあ思い出ですからね、はいはい、強烈に残ってはいるんですよ、うんうんうん、強烈です。左に曲がる曲がり角、周りはもう畑です、はい、はい、さあ川村彩奈はおじいちゃん家の近所、はい、で神社に向かう曲がり角にある思い出があります、はい、果たしてどんな思い出があるんでしょうか。皆さんからの予想を待っています。すべてのコーナーへの宛先はこちら、ファックスは 082-221-3300 082-221-3300 です。メールは午前様様専用アドレス、午前@rcc.net、アルファベット小文字で gozen@rcc.net です。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで、答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。午前様クイズ、このコーナーは天人の模試の提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様、 RCC 本社第2スタジオから。ねえユージ、ここのところ朝晩は涼しいけど日中は汗ばむから服装選びに困っちゃうよね。で、結局夏服を出しっぱなしにして気づけば、ああ冬だったなんてこともよくあるわよね。
ほったらかしにして時間だけが過ぎていく、この感じ。まるであれみたいだわ。な、ノヌをするぞ。いや、そうなんだよね。なんか夏服さ、もう出しっぱなしにしてさ、あ、ほったらかしにしてたらもう冬になっちゃったみたいなことあるよね。あれみたいな感じ、あれみたいな感じ。な、ノヌをするぞ。本日の演目ですけども、人気アクション漫画ジョジョの奇妙な冒険第1部単行本の一コマより、セリフに誤植があったものの、そのまま15年間にわたって修正されることなく放置されたことでおなじみ、英国紳士ジョジョが緊迫したシーンで発し、読者がニヤッとしたのどかな東北弁。な、ナヌをするだ。強めたよね、最後。最後強めたよね。わかりやすい方がいいかな。一回目と違ったよね。全然そんなこと変わってないです。変わってない。いや、誤植あんだよね。な、ナヌをするだ。どんどんひどくなっていく。多分何回もしてるうち聞き取れなくなるね。ひどくなる、ね。今日もお昼11時40分まで生放送でお送りします。さてさて、広島市中区元町上空ですけども、夏の名残みたいな雰囲気の、ね、ちょっと黙々の雲が見えている青空ですけども、この後どんなお天気でしょうか、聞いてみましょう。今日は岸さんです。岸さん。はい、おはようございます。おはようございます。今日はちょっと夏の日差しって感じになるんですか。そうですね、日中は夏みたいな暑さなんですけど、うん、また朝、あの朝晩というかね、涼しくなりそうですね。はいはい、はい、しかも今日は洗濯日和になりそうです。この時間まだ東部の方で少し雲が広がっているところもありますが、今日は一日高気圧に覆われるので安定した晴れの天気になりそうです。はい、今日少し乾いた空気が入ってるんですよ。まあ、ですのでシーツなどこう大きな洗濯物もよく乾くのではないかなと思います。うん、降水確率も 0% で雨の心配もないです。はい、最高気温が今日30度以上のところが続々出てきまして、うん、広島市中区は32度まで上がりそうです。そんな上がるんだ。昨日に比べると3度から5度ぐらい高いので、ちょっと暑く感じると思いますのでね、こまめに水分補給してください。はい、ただあの今夜またね、朝より夜の方が涼しくなってきそうなんですよ。まあ、ですので気温変化が1日ちょっと大きいですから、気をつけて過ごしてください。はいはい、このカラッとしたいいお天気はしばらく続きそうなんですか。すっきり青空は今日までって、うん、明日はまた晴れ間もありますけど雲が多くなりそうです。はい、週末もちょっと雲が多めで、土曜日はにわか雨が降るような時間帯出てきそうです。はい、うん、ってことは今日の晴れ間を大切に洗濯物をいっぱい干してくださいってことですね。そういうことなんです。ぜひぜひ片付けておくといいと思いますよ。岸さん、今日僕ピンクの服ですけどどうですか。すごい。ちょっと新鮮でドキッとしました。岸さんが影響こらってね、横山さんがピンク今日岸さんにお会いするからって、いやもうってパーツバーッと脱ごうとしたけど、やめなさいやめなさい脱ごうとしてないんです。でもすごく嬉しそうでした、岸さん。なんか何のやり取りなんだって私はそれを眺めてました、ね、それ朝からです、すいませんだね。今何か目立った警報や注意報は。はい、あの警報も注意報も今は出てません。はい、わかりました。じゃあ横山注意報だけ岸さんにちょっと。警報ですよね、毎日ね。気をつけてきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。天気予報は岸さんでした。お便り様様、このコーナーは日本行動の提供でお送りします。あんきもっぽんちゃんさんです。おい、昨日自転車に乗って買い物に行っている途中、比較的大ぶりなトンボが真正面から飛んできました、うん、トンボと私は一瞬目が合い、不器用にも同じ方向に避けたため、うん、私のおでこにカーンと当たってしまいました、はい、私のおでこも赤く負傷しましたが、絶対嘘だよ、トンボも怪我をしたと思います。絶対嘘だよね。いや、トンボがおでこにダーンって当たって負傷したんだよ。
かんないですよ。トンボってだってこう硬いの、ね、硬いのトンボ、カーン、ね、なんだっトンボで硬いのは長渕だけ。トンボはトンボでも。はもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ今週は呉市立呉中央小学校の皆さん、今日は4年生の佐々木もなさんの作文、タイトルは天国のシャワーと地獄のシャワー。天国のシャワーと地獄のシャワー。呉中央小学校4年佐々木もな。学校の授業で夏といえばプールです。プールは入る前にシャワーを浴びますよね。その時多くの人がめちゃくちゃ冷たいじゃんなどと言います。とても暑い日には天国のように気持ちいいのですが、あまり暑くない日に浴びると地獄みたいに冷たいです。私たちはこのことを天国のシャワーと地獄のシャワーと呼んでいます。シャワーを乗り越えると待ちに待った水泳の授業の始まりです。あっという間に水泳の授業は終盤を迎え、私の大好きな自由時間が始まりました。私は友達と水中じゃんけんをするのが好きです。しかし、これは2年生の話です。来年はコロナが収まって、天国のシャワーと地獄のシャワーを味わって、楽しい水泳の授業をしたいです。かわいい。あったね。かわいい。水泳後半、はい、自由時間。ありました、ありました。とか、プール入る前のシャワー、そう。つぶってあったってよね。でもね、みんなで呼んでるんでしょうね、うん、今日どっちみたいな、天国地獄、みたいな感じで。そうだね。かわいいですね、名前の付け方が。そうだね、私も自由時間はなんか洗濯機とか、はいはいはい、みんなで同じ方向にこう回って水流を起こして、うん、でこうカーって身を回して、すごい。俺たちの時はクラス40人ぐらい全員がスケキよっつってもクラス40人ぐらいが全員逆立ち。それほんと地獄絵図。先生とかもう今だったら喋っとりたいと思ってインスタ映えすんのにと思ってたんだろうなと思いながらいろんな遊び方がね、その時代であったんでしょうね。モナちゃんどうでしょう。作文で思い出したね、いろんなことね。今週は呉市立呉中央小学校の皆さん、今日は4年生の佐々木モナさん、天国のシャワーと地獄のシャワーをお送りしました。明日は6年生の山岡義嗣くんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。御前様会議。このコーナーはリサイクルの本田春蔵商店の提供でお送りします。今週のテーマ曲げたり曲がったりですが、はい、中央林間さんです、うん、小学生の頃めんこ遊びが流行っていました、はい、その時にめんこを持っていなかった友達に自分のを貸してあげましたが、勝てるようにしてあげると言われてめんこを勝手に折り曲げられたことは40年以上経った今でも許せません。ああ許してあげた方がいいんじゃないですか。まあでもね、40年前の年功のことを今でも許せませんって言われたら、そうですね、うん、でもすっごい大事なね年功だったんじゃないですか、うん、俺さ大学の時にさ、原さんっていう映画館の人がいてさ、はい、でそこに、手塚誠さんって言ってさ、手塚治虫さんの息子さんが映画監督されてるのね、はい、の星屑兄弟の伝説って作品があってさ、はい、その作品の上映会があって、で俺映写技師みたいにして行ったのね、はい、で原さんがさ最近何本見てんのとかって言われて、で映画の本見てますっつって、はいはい、で井筒和幸さんっていう人の、あの子をペットにしたくてっていう本があってすごい面白かったですよと、本当、明日も来るんだったら貸してよっつって言って、貸したまんままだ帰ってきてないの、今もちょっと怒ってる。同じこと同じこと。それをアマゾンで見つけて買ったの、あったと思って、復刻されてる、読んだの、はい、たら余計怒りが増したあるよね。ラジオネームエギザイルさんです、はい、だいぶ日の入りも早くなってきましたね、うんうん、毎日帰宅をしてランニングをするのですが、その際
足元の段差に気づかず転倒をしてしまいました、はい、ヘッドライトをつけて走ってはいるのですが足元まではよく見えず膝や顎をすりむいてしまいました、うん、マスクで顎は隠せるからいいようなもののちょっとみっともないなと思いました。あ、暗闇にダンサーがいたってことでしょ。いやいや、ダンサーですよ。暗闇にダンサーがいたって、足元の、でびっくりして、ああってなった時顎をガンってマスクこんなところで踊ってる人がいるとは分かったからってことでしょ。いや、それ踊ってる人も暗闇で踊ったら自分のダンス分かんない。暗闇でダンスって言いながら何が楽しいんですかそれ。だって暗闇で踊ったことがあるからさ。ああ、はい、そうですか。まあ、そうですよね。満月の日にスカパラを聴きながら踊ったっていうことがありました。河川敷で踊ったって言ってましたもんね。川村さんもでも体とかちゃんと動かした方がいいですよ。いや、何にもされてないでしょ。いやいやいや、ちゃんとやってますよ。そんなことないです。全然あのチューブとか、なんかフォームローラーみたいなローラーとか。あ、やったらいいじゃないですか。違います、違います。で、ちゃんとヨガマットとかして、で、家で。ヨガリマットね、ヨガリマット。いやいやいや、ヨガマットとかして腹筋したりとかね。うるさいですね、ほんと腹立つ。です。午前様様。夏が終わったねとかって思ってたけど、はい、まだじりじりと暑いねみたいな、そんな気候ですけど、三好のダニーからね。三好では6月から9月10日までが三好うかいの開催期間です。で、今年は去年がうかいじまいとなり、はい、あ、昨日が鵜飼じまいとなり、終了となりました、コロナ禍ではありましたが三好鵜飼の伝統を絶やさぬよう鵜匠をはじめとする関係者のみんなで開催しようと尽力をされたこと、その中でも、乗船してくださったお客様、はい、私も一人の船頭ではありますが、本当に感謝の多い忘れられない一日となりました。そして素敵な一年となりました。今年もありがとうございました。おー、すごい、もうなんか年末みたいな。そうだね、ねー、まあ、ただね、三好の鵜飼の皆さんもね、こうやってメールを送ってただで CM するみたいなことはもうやめてもらいたいですよね。いやそんな風には思えない。正規の LINE で入ってきてほしいですよね。だから、うん、もうそのね、季節を感じる、この方なりの季節を感じる一つだからね、はいはい、まあお宅も苦しいかもしれないけど、うちも苦しいんだからってそうそう、みんなそうです。そうそうそう、みんなこういう時に優しくしないと、お互い、あの時利用したよねとかって俺言いますからね。ずっと言いそうですもんね、来年6月ぐらいに三好の鵜飼のとこ行ってさ、ただで CM してますよねとかつって船乗ったりとかして、自分しか恩恵受けてないっていうところが一番。おい、もっと、おい、牛をちゃんとやれ、ほら、う、投げろいっぱいよとかってすっごい嫌な客。帰ってくれって言われます。片言の広島弁さんです、はいはい、今朝燃えるゴミを出して家に戻ると郵便ポストに赤トンボが止まっていました、はい、昨夜は庭でコオロギが鳴いていたり、季節の移り変わりとともに虫たちの顔ぶれも変わっていきますね、昨日の夜は秋っぽく肉じゃがを作りました、はい、食卓の顔ぶれもちょっとずつ季節を変えていこうと思っています。あれですか、河村さんはちょっと今日は昆虫系ばっかしか読まないみたいな、そんなことない、赤トンボのメールしか読まないみたいな決めてらっしゃるんですか。決めてないです、決めてないです。どちらかというと赤トンボとかよりは私は肉じゃががいいなって思ったんです。肉じゃがのところ、肉じゃがって秋らしいですか、じゃないですか。やっぱなんか肉じゃがとなると、そのじゃがいもが秋だとどんどん美味しくなるじゃないですか、なんか味わい変わってきますよね。だから年中ほっこりする、年中な気がする、肉じゃがって。まあ春じゃがとかもありますけど、新じゃがだったら、はあ、でもやっぱ秋はホクホクじゃないですか、ホクホク感。そうさ、勢いでこう今メール投げたよ、ね、投げてないです、お前のせいで絡まれたじゃんよ。投げてないですけど、いいんですよ、やっぱじゃがいもはホクホク感、ホクホク感があればね、あればいいんです。肉じゃがってさ、はい、食べようと思った時は冷めてるってイメージない？なんか熱々の肉じゃがを食べたっていうことよりも、はいはいはい、肉じゃがってなんか冷めたものを食べるみたいなイメージがちょっとあるよね。そうですよね、味染みてるねって言いながら、あ、美味しいねって言ってね、食べるのもあるかもしれないです。大量に作りますしね、まあ、今のメールを河村が投げたってことは事実だけど、投げてないです、全然投げてないです。お前がさ、くだらねえこと送ってくるからさ。違います、違います。素敵なお便りありがとうございます。一緒に季節を感じさせていただきました。ラジオネーム、おかげさまさまさんです。はい。ここ最近、仕事が忙しくて、
帰宅する頃にはもうヘロヘロになっている私ですが、はい、そんな私を家の玄関で出迎えてくれるのが2人の子供たちです、はい、4歳の息子は飛びついてきてくれて、うん、2歳の娘は満面の笑みで小躍りをしてくれます、はい、そんな子供たちの様子を見ると疲れも吹っ飛び自然に笑顔になります、うん、今日も子供たちのお出迎えを楽しみにしながら仕事を頑張ってきます。あ、これもね、生き物の話ですよね。いやいや、そうですよ、だってね、うん、大事な大事な生物についての話ですよ。だって息子さん、生物の話ですよ。生物の話以外はもうないですよ。トンボとかさ、それなんか人とかね、そう、生物についての話を今日、野菜とかもね、あ、なるほど、生き物も植物ですから、ね、うん、4歳と2歳ね、いや可愛いでしょうね。間違いなく可愛いよね。はいはい、だと思います、うん、成長も感じつつ、はい、ね、できることも増えていって、うん、なんでしょうね。そうだね、うん、いやー、でもね、もう日に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 親離れしていくからね。いやー、そうですね。だから子離れをちゃんとしないと、はい、親が離さないみたいな感じになるよね、あると思います。私も SNS でも同級生たちの息子や娘、うん、毎日のように見てますけど、はい、でもそんな中でも成長感じますもんね、うん、うわ、ちょっと宮田に大きくなっとるとか、はい、そのトイトレが終わったとかいう、何トイトレ、トイレトレーニングが終わったみたいなのの投稿があったりとかして、はい、そうなんだみたいな。へー、本当に毎日、俺もでも毎日息子の様子は見てるね。おー、そうですか、大きくなったなとか、おい、何しょぼくれてんだよとか、息子は欠かさず見ますね。まあ、そうですよね、うん、やっぱね、エールを送るという、うん、頑張れ、ね、頑張れ頑張れ十人、あ、頑張れ頑張れ十人、あ、まあ、わー、大きくなったなみたいなのはありますよ、息子に対して。まあ、そうですよね、うんうん、いやいや、それはそう、ご家族に対して、うん、息子、息子、本当すっごい大事、毎晩毎晩ゴリゴ13さんです私はもうこれ以上踏み込みません。怪我をすると分かってます。怪我話ですか。違います、怪我です。ゴリゴ13さんです、はい、昨日職場を出ると完全に日は暮れていないものの、家々の窓から漏れる電気の光がとても明るく感じました、うん、車に乗ってスモールライトをつけて走り出したのですが、はい、これでは目立たないと思いライトをつけました、うん、車を走らせているとどんどん暗くなり、早めのライト点灯は正解だったと思いながら家路に着きました、うん、秋の日は鶴瓶落としとはよく言ったものですね、はい、これからどんどん日が暮れるのが早くなるので、あ、気をつけなきゃなと思いました。そうだね、うん、このぐらいの時期から夜長くなってきたねみたいな感じはあるよね、はい、うん、そうですね、うん、私でも最近思うのが、はい、結構自分の家が割と大きめの道路沿いにあって交通量が多いんですけど、うん、ここ数ヶ月ぐらいで、はい、その明らかにものすごい大音量で通る車とかバイクの数が増えて、うん、俺昨日ウォーキングしながら思った。あ、本当ですか。違う、俺ね、ちなみに昨日暴走族を2人っていうの見たの族で2人、うん、で、はい、最近コロナになってそういえばそうなんです、こじんまりした暴走族のやつ結構出てるよねと思ったの最近ここ数ヶ月だと思う。でもうすっごい、もうほんと1日に何回も通るから、うん、クーって思うんですけどでもやっぱりその、うん、まあ、一人でできることでもあるし、やっぱストレス溜まってんだなみんなって、ね、なんか思ったんですよね。あの暴走族のやつに教えてあげたいよね、うん、みんな笑ってるよってあとかっこよくないよっていうことをそうですね、そうなんです、ね、教えてあげたいよね。うん、あれさ、暴走族とかって名前だから、え、なんかこうかっこいいつもりになっちゃうよね、まあ、ね、名前の付け方とか ね、いろいろありますよね。なんだろうね、ペロペロミミミみたいな、ペロペロミミミ組ですみたいないみたいな名前したら、おペロペロミミミ組だぜあれって言われたら、もうなんか違うわいって思うけど、暴走族みたいな名前だからかっこいいつもりになっちゃうね。いや、それもつもりとか自分たちはね、うん、そうやってかっこいいつもりとペロペロミミミ組ですみたいな、自分でつけませんよすぐ名前変えると思いますよ。だからかっこ悪い名前すればいいんだよね。でも自分たちは走りたいと思ってつけて、だから自分たちは暴走族って言ったけど、もう周りが違うよ、ペロペロミミミ組だよって言って、え、お前たちがってことはペロペロミミミ組だからってみたいな。だからもうなんか、ちょっと解散しようみたいになる、きっと。ありますかね、うん。かっこ悪いから。
ちょっと何回か言ってたら面白くなってくるだろうと思って何回も連呼するのやめてもらえます。たった今思いついた暴走族の新しい名前、ね、そうですね、周りがそう呼ぶっていう、そうです、くったらない名前で、ね、その中でも増えたなと思うんですよね、うん、最近皆さんね、それだけこうね、欲求不満なのかもしれない。いや、でも思った、俺も思ったよ。ストレス溜まってんだろうな、とか。あ、出ようかってなってんだろうな。ねえ、みんな外に出たいんだな。多分、すごいね。もう明日になったら忘れてますからね、絶対。もう今日この時間だけです。11時台にはもう忘れて、それ、何だったっけ、あれ、つってて。で、ディレクターに聞いても、ディレクターもみんな、俺たちに聞かれても。あんたが勝手に言ったことなのにっていう顔すんだよね。そうですね、この時間だけにとどめておきましょう。吉浦のスポーツ大好きさんです、はい、全国で一大旋風を巻き起こしている映画孤狼の血レベル2の前作の孤狼の血の一巻の漫画を書店で見つけました、はい、速攻で買って読みました、うん、横山さん、河村さん、ついに漫画までなった孤狼の血の勢い、はい、止まりそうにないですね。あ、そうだね、これ今さ外から出てきてさ、はい、あれ紙袋持ってたじゃん。はい、あれ東映の人がさ、ええ、これ私忘れてましたっつって、はい、はい、白石監督のサインっつって、で、サイン入りのなんかパンフレット持ってきた。わ、いや、あれ岡村さん、この間コロノチのキャンペーンの時のギャラって払いましたっけって言われて、払ってないよって言ったら、やっぱねって自転車で逃げて逃げて、おい、パンフレットでごまかそうとすんだよこれっつって、あ。舐めてんじゃねえぞこれ、このチームこの野郎とかつって、おいプロプロメンメン組連れてくぞお前のとこよつって、面識ないでしょ。あ、ギャラですか、じゃ あギャラいやいや、これ貴重ですか、これ相当貴重ですよ。わ、いいですね、私パンフレット買いに行きましたもん。自分の名前が載ってると思って、そうだよ、すごく嬉しかったです。嬉しいよね、はい、もう家宝にします。さあ、この時間になります、はい、午前様クイズの答え発表ですけども、その前におさらいと、はい、いうことで今日は河村から、曲げたり曲がったりで問題を出してもらいましたけども、はい、どんな問題でしたっけ。私の周防大島の祖父母の家から歩いて 2,3 分のところにとっても古い神社があります、はい、で夏はものすごくセミの声がわーって聞こえたり、耳を塞ぎたくなるほどのセミが鳴いていたりとかするんですが、はいはい、そこに行くまでに左に曲がる曲がり角があります、はい、そこにある思い出があるんですけど、うん、それは一体どんなことでしょうというのが今日の問題でした。猫のみーちゃん、はい、河村さんがおじいちゃん家の近所で左に曲がる角に思い出がある、それは古い井戸があって怖い印象が残っているんじゃないでしょうか。あ、井戸とかはあるかもしれないですね。うん、ね、自然豊かなとこですからね。うん、井戸ってなんかやっぱ怖いよね。怖いですね、うん。なんか昔あったんじゃないかとか思っちゃいますよね、勝手に。思っちゃうね。なんかで覗いたら暗いし、はいはい、どこまで深いんだろうって思いますしね。ひょっとしたらアルゼンチンとかまで。ああ。つって。そうですよね。アミーゴって言って。アミーゴ、アミーゴ、アミーゴ、アミーゴって。ペロペログミグミグミってもう必要ないです。井戸じゃない、この話題にはいらないです。いらない、ペロペロミグミグミ。矢野の矢祖助、はい、河村さんが、曲がり角を曲がるところに、ね、はい、あっていう思い出がある、思い出、それはお地蔵さんがアロハシャツを着せられていた、はい、ああ、そうですね、スオ大島はならでは、ね、そうなんです、アメリカかぶれのスオ大島ならでは、アメリカかぶれではないです。そんなことないです、ハワイと仲良しっていうことです。瀬戸内のハワイですから。でも本当、あの役場の方とかも、うん、皆さん夏はもうしっかりアロハシャツね、アメリカかぶれだから、かぶれてないです。ハワイとね、姉妹とし、河村さんはさ、多分スオ大島のことすごい喋ってる、はい、けど何の情報も出してこないんだよね。いや、名前を連呼するだけ。そんなことないですよ。そんなことないです。何の情報も。めちゃくちゃおすすめスポットありますもん。しかもみかん鍋も食ったことがないっていう。みかん鍋に関しては食べたことはないです。ないですけど、うん、きっと酸味が美味しいはず。みかん鍋は。俺も。みかんの酸味。そう、もう。みかんの酸味がね、ね、だしにこう、ジャーってなって、きっと美味しいはずなんですよ。うん、でも他にもいっぱい本当にいろんなとこありますし、最近行けてないですけど、うん、もう新しいお店とかもできてるみたいな。例えば。なんか、お菓子屋さん？へぇ。いや、これ本当です。だってうちの両親は、その、おじいちゃんとおばあちゃんの介護のために、2週間に1回ぐらい帰ってますから。両親はね。
そうです、うん、でそのお土産とかもらうんですよ。でそれで新しいお店ができてたよって言って、この間なんか、なんか今の話からするとあたかも行って見つけたかのようなトークになったけど、いや途中からお土産にもらったものの話にすり替えようってしましたよね。そんなことないです。両親がトークのペロペロ組じゃないですか。ちょっと乱暴な運転が過ぎませんか放送で。いいんです、乱暴な運転だって。大筋からは外れてませんか。周防大島の、はい、じゃあちょっとなんか名所みたいなちょっと教えてください。俺行きたいですよ周防大島。ありますよ。今週末行きたいのでちょっと周防大島のいいとこちょっと教えてもらって。まずふれあい動物村っていうとこがあって、はい、でそこはもう犬とかポニーとか。それ緊急事態宣言中もやってます。ああいやちょっとそこまでは分かんないです。そこまで詳しくないだって私も営業してるわけじゃないです。あと道路沿いにすっごい鮮やかなブルーの建物があって、はい、でそこのソフトクリームとかすごい美味しいんですよ。あとはなんか蜂蜜を売ってる養蜂の方がやってるお店みたいなのあって、そこで蜂蜜の食べ比べができたりとか、あと星野哲郎記念館もありますし、むつ戦艦むつが、はいはい、その沖で沈んだので、うん、そのむつ記念館とかもありますし、うん、あと渚水族館って言ってそのタッチングプールっていうのがあるんですよ。人手とかに触れるんですけど、そこのちっちゃい水族館とかもあります。へー、あと緊急事態宣言中でもやってます。いやそれはちょっと分かんないです。分かんないけど行きたいですけどね。あのほらみんなが知ってるその観光名所的なとこじゃなくて、はい、あの地元の人が知ってますよみたいな、あ名店なんですよみたいな。もうそれはもうラーメン屋さんです。もうラーメン屋さんがめちゃくちゃ、もう立花屋っていうラーメン屋さんがすごい美味しいです。本当美味しいです。もうちっちゃい頃からずっと行ってました。へー、うん、そうもう本当美味しいです。何ラーメンですか。いりこだしのラーメンですよ。みかんとかじゃないんだ。いやみかん、まあ、あるかもしれないですね、うん、みかん鍋的なことが、うん、でそこはもうすごい美味しいです。本当おすすめですもん。ああなるほど。そうです、大好きなんです。大好きです。言うほど言ってない情報。めっちゃ言ってるじゃないですか。もうなんだろう、そうやって周防大島のこと喋ることで、はい、観光大使の任命を受けようとみたいな。ちょっとした欲があるでしょ。欲はない、欲はないけど、うん、まあ、観光大使ですよね。来ればいいとは思ってるんだよね。ちょっとね、あれのちょっと称号が欲しいでしょ。まあ欲しい。だって横山さんもね、俺だって2カ所、ね、宮崎と石巻、はい、で俺昨日一昨日かな、うん、水森かおりさんのインタビューだったの、はいはいはい、で電話インタビューでさ、本当だったらね来るのにほらコロナだから来れなかったりするから、今インタビュー全部リモートになってさ、でだ水森かおりさんね、23の観光大使をやってる。すっごい大変だよ、やりすぎだよ。全部言えなくなっちゃう。そのうち47って、いや、ね、本当だよ。でもいいぐらいの、だって日本中の150以上の名所を歌にしてるんだって、はい、うわー、まあそうか、でもそうなると、はい、なりますよ ね観光大使泥棒みたいなもんだよ。泥棒ではない。ちゃんとその土地をね、魅力をお伝えになってますから歌 で水森さんにさ、うん、もう150以上全国のこと歌ってるってことは、もうサザエさんのオープニングに選ばれたとか、はい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 、あとは男は辛いよの寅さんが今回来ましたみたいな、もうそんなもんですよねみたいに振ったら、それはどうかなって否定されて、そういうもんなのっつって同意してもらえなかった。いやそうかとかって言ってほしかったの、あそれはちょっと。水森さんの中でもね、超えられるこだわりがあったんだと思って。あるんですね。あとはね、はい、エビア三太郎、はい、川村さんがおじいちゃん家の近所の曲がり角に思い出がある。それは漫画でよくあるような出会い頭に男の子とぶつかり宙をして恋に落ちたっていう経験がある。あでもね、そうですね、なんかおじいちゃん家に帰ってる時とかに、はい、その自分と同じ世代の男の子がいたりとかすると道の向こうにちょっと意識しちゃうとかあります。もう全然もう地元ではないので、うん、全然知らないどこの高校に通ってるとか分かんない高校生とかだったりすると、はい、自分が高校時代同年代ぐらいの男の子に出会ったら、うん、なんかちょっとなんか意識しちゃうな、見ちゃうなみたいな時ありました、ちょっとお店の人とかにもね、はい、あの子のことを聞きたいなと思ってね、うん、あちょっとすいません、あそこが立ってるのが、いや あそこに立ってるのが何高校の子ですかみたいな、一瞬で嫌われますよね。あの子はいつもあそこで立っててるんだよねってあいつもですかって、もう二度とすれ違ってももらえない。
意識してた。ありましたよね。里帰りした時にいる異性。そうです、そうです。うんうん、で、犬の散歩とか向こうはしてて。で、なんかワンちゃんいるんだ、みたいな。どこかな、どこの家かな。きっと俺のことを都会の人だと思ってんだろうな、とかって思ってたよね。ちょっとね、都会ぶっちゃうんですよね。そうそうなんですよ。見え張っちゃうんですよ。なんか仮面ライダーのラッキーカード見せたりとかして、俺すっげえと思ってたら、みたいな。都会だからさ、みたいな。子供。お前持ってるのカブトムシだろ、俺仮面ライダー持ってるから。みたいな。本当大人げない。ちょっとそう思ってたよ ね, ね。あとね、ラジオネームまっちゃん。はい。川村さんの周防大島のおじいちゃんの家の近くの神社に行く途中の曲がり角の思い出は、はい、人と見間違えるようなリアルなカカシが立っていてびっくりした。ああ、まあそうですね。畑も多いので、うん、はいはい、なんかカラスよけとかはいっぱいされてますよね。うん、なんかあの CD とか反射するとか、はい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 、っていうのはありますね。ペットボトルに水入ってたりとかね。入ってます、入ってます。そう。いろんな工夫がね、あるんだなと思います。カカシって言ったら、おじいちゃんですってな。ごめんなさい、おじいちゃん。ちょっと。それもあるかもしれません。カカシっぽいから。そうですね、おばあちゃんだったなんてこともありそうですけど ね、はい、散歩は散歩、はい、川村さんのおじいちゃんの家の近所の曲がり角の思い出、それは所ジョージさんの笑ってこらえてのダーツの旅の取材の車に出くわした。おー、ではないでしょ、ね、はい、あるかもしれませんね。第一待ち人発見知り合いの知り合いだったみたいなありますよね。でも確かに出川哲朗さん の、はい、あの充電させてくださいっていうタイプの時間もなんか来てた記憶がありましたし、はいはい、あと日野翔平さんの自転車の、転車、はい、はは、旅とかも多分来てました。それは結構島でも、うん、今来とるらしいよっていうのがちょっと騒ぎになったとかっていうのが、俺さ、この間さ、はい、その土曜日の昼とかにさ、ええ、あのホームテレビ見てるんですよ。はいはい。あ、春山さんがなんかツイッターで俺のことまたつぶやいて、横山さんのおかげで仕事一個決まりました。おろろろろろ。春山さんマージンね。高いですよ。これはもう本当に。かもしくは一回食事会で。それが一番高くつき。それでさ、はい、いつもさ何でも鑑定団やってる時間にポツンと一軒家やってんだよね。おお。違うだろうと思って。何でも鑑定団の時間だろ、この時間は。好きですよね。何でも鑑定団を見ながら、近所のさぬき屋のうどんを食べるんだよ、って思ってて。好きですよね、横山さんね。むちゃくちゃ好きなの。うちの父も大好きです。夕方に回される時は4時ぐらいに。違うだろ、あの時間、お昼ご飯食べながら見るんだろ、何でも鑑定団は、とかって思ってるんだけど、はい、ポツンと一軒家。ええ。やってたの。はい、でさ、あんま見ないのね。うん、俺あんまりさ、あの、ノーアポ系の番組好きじゃないの。ええ、ちゃんとさしなさいよと思うタイプなんで、はいはい、たださディレクターがさ、それこそ第一待ち人発見みたいな、すいません、あのポツンと一軒家という番組ですけども、ああ見てますよとかって、あのこのお宅ですけどもご存知ですかと、ああって、あーここは行くの分かりにくいねとかって、もうあれだったらでも私新聞配達してますから、だからあのいつも新聞届けてるとこだから、はい、ついてきてもらったらいいですよ。いや、お父さんじゃあもうポツンと一軒家の人連れて行ってあげなさいよ、はいはいはい、おーっつって、でその軽トラックバーっと追っかけて、ね、でその家にさポツンと一軒家着いたんだ、はい、ですいませんちょっとポツンと一軒家ですけど、あーってやっぱなるじゃん、うん、だから俺さ思ったけど、みんなマスクしてるの、あ、だからものすごい山里離れた場所に都会からマスクした人がいっぱい来るってどうと思って、そうですよね、ざわざわするよと思って、すごいよくしてくれるの、でも、はい、取材先は、それカメラこんだけ回されたらするわなと思うけど東京からマスクした人間あんな行くんだぜ、確かにそうだね、ポツンと一軒家に、そうですよ、ね、常識ねえだろうと思って、ほのぼのしねえしとか、だから何でも鑑定団しろっつってとにかく何でも鑑定団が見たいってだけですよね、そういうことです、そうですよね、好きなんですよね、大好きです、ね、あとはね、はい、ペルビアナ、はい、からね、川村さんがおじいちゃん家の近所の曲がり角にある思い出、それは御神木がありあ、親や友達に言えない話を御神木に聞いてもらう、はい、そのちっちゃい神社の両脇にありますね、うん、すっごい大きい木が、うん、でもそこにもものすごいセミが夏は止まってるので、うん、うるさいんですけど、ああそうかそうか、セミしぐれみたいな感じ、セミ、ほんとそうです、大合唱です、はい、でも御神木ではないです、あ、曲がり角ですからね。さあ、それでは河村への、はい、一体おじいちゃん家の近所の曲がり角にどんな思い出があるんでしょうか。そこで、はい、人生で初めて金柑を食べた記憶があるんです。いつぐらい？
多分、うん、小学校低学年ぐらいですかね。どう思った、大人の金玉ぐらいかなと思った。いやそんなこと全く思ってないです。全く思ってないですけど。もうあのちっちゃい頃からそこはもうおじいちゃんとの散歩コースの一つだったんですよ、うんうん、でその曲がり角の左側がちょうどまあご近所さんの畑で、はいはいはい、結構大きいんですけど、ちょうどこう曲がる角のところに金柑の、うん、あんま背が高くない木が植えられてて、はいはいはい、時期によってはもうたわわに金貨がいっぱい。たま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 美味しいですよ。すごく美味しいですよ。で、あんなぐらいの金貨がいっぱいも黄金色に実ってて、それずっと気になってて。で、ある日、お姉ちゃんとおじいちゃんと私の3人で神社まで行くのに散歩してた時に、お姉ちゃんが、ね、おじいちゃんこれって、なんか前から気になってたけどこれ何みたいな。たらおじいちゃんが金貨だよって言って。で、食べて。見るかいって言った。いや見てみるかい、いやずっと見てました、その黄金色の金冠は。黄金じゃない方もあるよ。見てみるかい。おじいちゃんそんなこと言いません。それで人の畑ですけど食べていいよっておじいちゃんが言ったから、うんうん、2つ取らせてもらって、はい、お姉ちゃんが食べて、で私も食べて2つ取ってから1個ずつ返しとこうねって言ってはい、おじいちゃんの1 おじいちゃんの2って言って、いてて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 。そんな話はしてません。でそこで初めて金柑を食べたんですよ。で思ったより苦かったっていうことと、うん、あとこんなちっちゃいのに、はい、中にこんな大きい種があるんだっていう損じゃないかってちょっと思った。昔の果物はいっぱい種が入ってるからね。で子供ながらにこう全部頬張れると思ったら、はい、ほぼ種だったからちょっとがっかりした記憶があって。あとあの大きさに対しては皮が分厚いよね。厚いですね、うん、そうですそうです。だからそういう記憶もあって苦いですし、うん、でそこで初めてそのおじいちゃんに教えてもらって金柑を食べたっていう思い出がある、はい、というのが今日の正解でした。はい、はあ、はあ、みかんと答えてくださった方が2人いらっしゃるそうです、うん、さすが大島はね、うん、みかんの柑橘2ですね。柑通です。はい、じゃあそちらの方々の中から、はい、今日はお一人に釜狩り物産から甘人の虫をギフトセット3000円相当をプレゼントします、はい、当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさんありがとうございました。スポーツ一直線。このコーナーは永遠の安らぎを真心でお手伝いする宮奥総裁の提供でお送りします。はい、昨日はセリーグ、6試合パリーグ合わせて6試合が行われまして、マツダスタジアム広島対中日4-1、中日が勝ちましたよということですけども、はい、新聞一面スポーツ日本は、初の月間 MVP 聖夜、はい、5戦連発25号ということです、うん、月間 MVP って取ったことなかったんだね。そうなんです、それ意外ですよね。意外だよ ねだからゴールデングラブ賞とかのイメージが強かったのかなと私も思って、うんうん、ねえ、うん、新井選手以来球団16年ぶりの5試合連続ホームラン。いやそう、デリも格変、聖夜無双、5戦連発、新井以来、衣笠、江藤、前田に肩を並べた、はい、あそうか、いたね、江藤とかもいた。江藤の100号って俺が実況してんだよね。あそうですか。そうなんだよね、栄誉なことですね。ねえ嬉しいことだよね、はい。あと日刊スポーツも5戦連発25号、球団記録に王手、聖夜ということで、うん、ここ12戦で10発、もう大谷に振ってほしいよね。なうん、なんかね、順位決まったら打ち出したなみたいに思ってらっしゃるファンの方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですよ。でやっと形決まったのかなっていう気がするよね。だからいろんな選手たちがやっぱバイオリズムがあったりとか、そのキャンプからの動きがあったりとか、いろんな流れを作っていくうちに、はい、なんとなくその鈴木誠也っていう選手がチャンスであんま打たないんじゃないのとか、うん、試合が決まってから打つよねみたいな印象が俺はあると思ってて、で今も順位決まってから打ち出したなっていう印象があるっていうところがあって、やっぱ4番とかって、はい、ここっていう時だよねって言った時に、あの前半戦のしんどかった時にここで打ってくれたらなっていう時いっぱいあったよなとは思うんですよ。なのである意味俺は大瀬良とか鈴木誠也に厳しいのはエースだからなんですよね、簡単に言うと。
チームを引っ張んなきゃいけないのに、あれ引っ張ってもらってるよねつって、でいいとこだけ持っていくよねっていう感じがするから、多分他の若い選手たちとか、はい、ベテラン選手とかも、いやそんな感じじゃないと思うよって実は思ってることもいっぱいある気がするの、はい、それは皆さんの職場で考えてみたら分かるよと思うのよ、なんかいいとこばっかり持っていくけど下支えしてんの俺たちだぜつって、で、あの楽な仕事の時は取った取ったって言うけど、しんどい時ってみんなと同じように、いや時代だからねとか言ってるよねっていう人いっぱいいると思うの、はい、だからそういう風に見える気がするから、やっぱ圧倒的なエース、圧倒的なチームの主力っていうことになると、前半戦打ってくれてないもんねって言われるのが名誉なことだからねって思うと、はい、じゃ あのここでしっかりと自分のフォームとか、あとバッティングの理論みたいなのを固めてもらって、で来季は頭から行こうねとか、はい、怪我しないようにしようねとか、ちゃんと年中、みんなが期待できるある程度の活躍を見せてねと思うので、はい、なんか素直には喜べないなと実は思ったりします。午前様通信。世の中の気になる出来事や流行、生活に密着した情報をお届けするこのコーナー。現在公開中の映画孤狼の血レベル2では、私たちもエキストラとして出演をさせていただきましたが、はい、今日はそんなエキストラを主人公に、その奮闘を描いた映画作品をご紹介します、はい、映画スーパーミキンコリニスタの主演高山莉子さんと電話がつながっています。高山さん、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。うわ、スーパーミキコリニスタだ。こんにちは。私もずっと緊張しても胃が飛び出そうなんですけど。一回飛び出させても大丈夫ですよ。でも高山さん、はい、あの本当だったら今もう広島に舞台挨拶で帰ってこられているので。はい、スタジオにお越しいただきたかったんですけど、あの緊急事態宣言だったので本当申し訳ないなと思いながら、いやとんでもないです。あの、精一杯声をあの気持ちとともに届けていきたいなと思いまして。今ご実家ですか？今実家にいます。あ、それこそあのね、両親が検査しながら聞き寄るけど、もう足が血まみれなんだけど、とか言ってます。いやでもあの一番最初ね、このスーパーミキンコリニスタという映画がありますと、でこれ2019年だから2年前ですけど、あの、ピアフィルムフェスティバルで2つの賞を取ったじゃないですか。そうですね、ね、映画会社の日活と、あとはタレント事務所のホリプロの賞2つ取られて、で、すごい作品があるよって言って、僕らも見たいなと思ってたら、ようやく、あ、そうか、横側に来るんだっていうふうに思ったんですけど、僕、高山さんが広島って知らなかったです。あ、ね、知ってくださったって言ってたんですね。あのね、スーパーミキンコリニスタ知ってました。あ、そうなんだ。そうなんです。それはちょっとあの、チームのみんなにお伝えします。はい。なので、一番最初あの、配給の方から、はい、はい、はい。すごい大胆なファックスが届いて。具の汚いってさっき。そう、クソ殴り書きみたいな。でもなんかすごい熱意とか誠意を感じて、はい、そうなんですよ、はい、でメールを送らせていただいたら、うん、実は高山が、主人公の高山が広島なので、はい、なんかご邪様にって言ってるのでとかっていうのがあったんです。そうなんですよ、あの本当にまさか、あの御前様様に呼んでいただけるとは本当に思ってなくて、はい、そうで横山裕二さんからあの、はい、直接ご連絡いただきましたって、はい、その配給担当の方から連絡いただいたときに、うんうん、びっくりして、横山さんそこまでしてくれるんだと思って。いやいやいや、本当に。いや、ありがとうございます。オークボックスにも同じこと言ってたんじゃないですか？いや聞いてますからね、横山さん。で、あの、高山さんこれね、はい、ほら、エキストラの女の子が、はい、女優になりたいんだとか、私は女優なんだと思いながら、はい、勘違いし続けて、うん、で、はい、転がるように人生生きてますっていう、はい、でも絶対前向きなんですっていう女の子の話じゃないですか、はい、これ主演の話が来た時ってどうだったんですか？なんか私その当時本当に俳優はもうやめようって思っていた時だったんですよ、うんうん、でも、草場直也監督とは、はい、まあ、以前別のスカットジャパンっていう番組があるんですけど、はい、その時からお世話になっていて、はい、で、こう数年ぶりに再会した時に、あの、僕、実は長編映画を撮りたいと思ってるんだよねって。うん、だから私はその時、じゃあスタッフとして何かできることがあれば、はい、私も協力しますってお話ししてて、何度かこう、
お会いしていく中でこう台本を練り上げていっている最中に、うん、ちょっとお話ししたいことがありますって連絡来て、でこう会いに行ったら実は主演でお願いしたいと思ってるんですよねって言われた時に、でもやっぱその草場さんがすごく大切にしてこう作ってきた作品だったから、はい、なんかこう私が中途半端な気持ちで臨むのはすごく失礼だなと思って、でもこう台本を読ませていただいた時に、はい、それこそこう主演のミキっていう女の子が出てくるんですけど、なんか彼女もこう自分の将来に本当に女優のままでいいのか、女優を目指してるけど、なんか自分の人生このままでいいのかなってこうなんかもがきながら前に進んでいってる姿がこう私の中では見えて、なんか私の当時とそれがすごくリンクしたので、なんか今のこの私の状況だったり気持ちをそのまま映画に反映できるんじゃないかなって思いと、結構ミキがこうどんどんスーパーになっていく姿と一緒に私もスーパーになりたいって思ってやりますって答えたんですけど、やっぱまあすごい嬉しかったです、純粋に。いや嬉しいよね。そうですよね、はい、だって今までそのいろんな番組とかには出てらっしゃるし、はい、いろんな作品に携わってはいるけども、さすがにその主演っていうことになっていって、しかも、昔一度ご縁があって仕事した監督から、久々に会ったからって言っても、とはいえ、そんな簡単に声かけてるわけじゃないはずだから、だから自分にかけてくれたんだって思いと、自分もここでちゃんとやんなきゃみたいな思いをものすごい交錯したでしょうね。そうですね。でも本当にこのスーパーミキンコリニスタっていう作品を経て、こう自分自身に声をかけてもらったりとか、本当に今まで出会えなかった人たちとこう繋がったりする機会がすごく増えたので、なんかもう私もこれからスーパーになるぞっていう時ですね。いや、これ作品を見せていただくじゃないですか。だからもう勘違いしてる、本当腹の立つ女じゃないですか。このスーパーミキンコリニスタと名乗るエキストラ専門の役者なのに、もう大女優みたいな振る舞いとかするじゃないですか。で、むっちゃ説教したもう、で、ああいう子って、ローカルタレントにゴロゴロいんの。あ、そうなんですか。でも、腹立つわと思うけど、途中から、頑張れお前と思い出すんですよ。そう。本当に嬉しいです。ね、ミキちゃんをものすごい応援しながら、頑張れ頑張れって言いながら、見ちゃうんですよね。ね。なんかほら、小原さんも見てくださったんですか？もちろんです、もちろんです。拝見しました。すっごいリアリティありますね。ありがとうございます。ね、本当高山さんのことをちょっと調べさせていただいたときに、確かになんかこう、境遇が似てるんじゃないかなっていうところもなんか感じたりとかして、だからこそ余計に、はい、思いました。そうですね、ありがとうございます。これでも地元での公開となると、やっぱちょっと違うんじゃないですか、気持ち。いや、もう全然違います。それこそその2019年のピアフィルムフェスティバルを経た後に、こうコロナになっちゃって世の中が、全然劇場公開決まってたんですけど、いつ公開できるかが本当に分かんなくなって、伸びて伸びて伸びてっていう中 でやっと去年の10月に東京の東中のポレポレっていう劇場で公開したんですけど、その時からもうずっと広島では上映したいっていう思いで突っ走ってきたので、もう本当にもう毎日、もうよりなんでしょうね、スパミへのアスパミってごめんなさい、私たち訳してるんですけど、スパミへの愛情も広島っていう街への愛情も本当に止まらない。嬉しい。だってあれなんでしょう、その公開が、その水曜日からだったけど、昨日から。で、最初の1週間は、3時半からの上映。で、次の1週間は、夕方の5時半からの上映。5時からです。5時からでしたっけ、の上映ですけど、全部舞台挨拶するんでしょ、全部、毎日立たせていただきます。わぁ、そんな横山さんもね、そうそう。だから明日、やっとお会いできるんで、その監督の草場さんと、今の電話の高山さんと3人でトークショーを横川シネマで、3時半からの上映でやらせていただこうと思うので、でもたくさんの方がこのスーパーミキンコリニスタというちょっぴりおかしくて、でコメディだし、でもちょっとジーンとくるし、その作品を見ていろんな刺激を受けられると思うので、その地元広島の皆さんに最後に何かメッセージなどがありましたら。本当に今、横山さんがおっしゃってくださったように、こう、私自身もスーパーミキンコリニスタっていう作品からすごくパワーをもらって、明日から純粋に頑張ろうって活力を本当にたくさんもらったので、今、こう、コロナっていう状況になって、こう、なんか行き詰まったりとかするなーって思うことも
増えた中で、うん、こうスーパーミキンコリニスタを見て、なんか今まで自分が忘れかけてた大切なものとか、はい、まあ純粋に明日からの活力とかをこう皆さんの心にも届いたらいいなって思ってます。はい。はい。なんかぜひ、まあ今この大変な世の中で、まあ劇場に行くの怖いなって思う方もいらっしゃるとは思うんですけど、うん、まあ映画館も、あの、感染の予防対策もすごいしっかりしてくれているので、そうですね。ぜひ、あの、足を運んでくださったら本当に嬉しく思います。はい。はい、ということで今日は、御前様様、今ご両親はね、剣山を敷いて、剣山でございます。正座中。あの、明日の舞台挨拶は、明日来てくれるんですけど、包帯巻いていかにはいけない。じゃあ俺もちょっとオルナインとか持ってきますんで、ご両親用に。よろしくお伝えください。ぜひぜひ明日、横川シネマで3時半から上映があって、はい、監督と、はい、そして高山さんと横山でトークショーありますんで、はい、リスナーの方も足を運んでいただければと思います。じゃあ高山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、明日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。失礼します。はい。さてこの時間は廿日市にあります中古の軽自動車39万8千専門店 K マーケットなどを運営する新沢グループの新沢良二社長にお電話がつながっています。新沢社長、よろしくお願いいたします。お願いします。おかげさまで先週末、新車未使用車専門の大竹店が無事にオープンできました。はいはい、これ様子どうだったんですか。はい、ラジオのリスナーの方にもたくさんお越しいただきました。ありがとうございます。はい、今度ボックスティッシュ持っていきます。はい、あの期待してないので本当社長もずっとリモートで大丈夫ですからありがとうございます。ではでは今日のおすすめの車のご紹介お願いします。はい、ただいま廿日市の K マーケットでは在庫一掃セールを開催中です。今日ご紹介するのはあさって土曜日の限定目玉車、車両本体価格税込み19万8000円の日産モコです。はい、平成24年式で走行距離は7万キロ、色はブラックです。うん、写真見てみると本当ピカピカですけど、この黒の日産モコが19万8000円なんですね。はい、そうなんです。このモコは19万8000円なのに、テレビが視聴可能のナビもついているので、とてもおすすめです。うん、また、モコの他にも11日、12日の限定目玉車も多数ご用意しています。週末の目玉車は9時30分から店頭限定先着順となっています。はい、詳しくはホームページをご覧ください。はい、今週末の目玉車は9時30分から店頭での先着順で販売ということなんですね。うん、ね、ちょっとダメなワクチンの打ち方みたいな感じだよね、ちょっとね。ダメだっていうか、ダメってわけではないですよね。そういう売り方ですもんね、販売方法ですもんね。今注射打ってきました。そうなんだ。お大事になさってください。それでは場所のご紹介お願いします。はい、広島市内からですと国道2号線沿いです。宮島を過ぎて10分くらい走っていただいたら、ホテル夢の国を過ぎて JR 大野浦駅の前を通り、もみじまんじゅうの山田屋さんの斜め前になります。はい、K マーケットという緑色の看板が目印です。はい、それでは K マーケットの電話番号です。0829-30-7225。0829-30-7225 です。よろしくお願いいたします。また、毎週金曜お昼11時55分から放送の新沢良二の釣りラジオ。明日の内容はキス釣りに行った話を放送予定です。はい。ぜひお聞きくださいね。うん。そして YouTube チャンネル新沢良二の釣りチューブもよろしくお願いします。ねえ、新沢さんさ。はい。今日聞いたじゃない、その大竹店無事オープンできてっつって。うん。はい。たくさんの人来てもらったっつって。はい。新沢グループって今、なんと何があるんだっけ。大竹に、大竹に自動車の販売店舗が2つと。新車。ですよね、そこはね。新車と、あと、バンのお店。バン？バントラックのお店があります。はい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 、はい。あと、岩国に、あの、ハイブリッドカーのお店があって。はいはいはい。あと、本店の、K の中古車のお店があって。すごいよね。で、しかも、釣りラジオのパーソナリティもやってて、はい、YouTube チャンネルもやってるわけでしょ。はい。すごいね。大富豪。それはグループのね、社長です、ね。とはまあ、別の話なんですけど、まあ、うん、あの、楽しくやらせてもらっております。すげえ、大富豪もしくはメディア王。かっこいいですね。すごいね。一大勢力だね。うん、おおそんなさ、変な声出して庶民的なふりしてもみんな、
本当はそんな人じゃないからねって分かってるからね。バリバリ、バリバリに。バリバリだからね。そうですね。バリバリ普通です。大丈夫です。ということで、この時間は、中古の軽自動車39万8千専門店、軽マーケットなどを運営する、新沢グループの新沢良次社長にお電話をつなぎました。ありがとうございました。ありがとうございました。ぷくぷくママから、はい、スーパーミキンコリンした高山莉子さん、リスナーさん仲間の娘さんということから、放送を聞きながら我が娘のような気分でお話を聞いていました、はい、私も頑張れって応援したくなりました、とかテスノビッチの母からも高山莉子さんのお話を聞いていたら映画見たくなりました、ご両親の剣山正座していますのくだり受けましたご両親もでも誇らしいでしょうね。嬉しいよ ね、しかも主演の女優さんが広島自体にここまで思いを持ってくださってるっていうのも嬉しいなと思いました、大戦だもんね本当に。だけどこのスーパーミキンコリニスタっていう作品は、多分普通大作しか見てない人からすると、こんな映画もあるんだみたいな、バタ臭くって泥臭くって、全然よくできた作品でもないの。ただ、作ってらっしゃる方々の熱意とか、出演者の方々の思いとか、みたいなの、あと、とんでもない才能の塊が集まってきたぜみたいな、ムードがあって、その日活の賞と、あとはホリプロの賞も取ってるとかするので、あ、こんな映画もあるのか元気づけられるわと思って、劇場に足を運んでいただければなと思います。手坂のプリンセス、はい、から昨日コンビニに行くと、もうおでんや肉まんが売られていました。まだ9月なのになぁと思っていたら、お弁当コーナーに冷やし中華もまだありました朝晩は涼しくなったけれど昼は暑いですもんね。私は秋を楽しみたいのでパンプキンプリンを買いました。おそうですね、スイーツお菓子とかも結構ね、栗味とか芋味とかありますもんね、増えてますよね。あとケーブカコから、昨晩長電話をした友達が電話口でハフハフハフと言っていました。の何を食べているのと言ったら、熱々の焼き厚揚げを頬張っているとのこと、今日の私の買い物のリストに厚揚げを追加、たらことツナ缶も買おうと思いますって。俺が昨日言ったの、はい、あのツナ缶に明太子入れてぐちゃぐちゃぐちゃってして、でそれをサラダにして、はいはいはい、すごい美味しいよって話したの、はいはいはい、だからパクろうと思って。そうですよね、今日ね実践してくださろうとしてるんですまあでも美味しいものいっぱいありますよね。そうなんです、ね、ただそうなると体重計にちゃんと乗らなきゃいけないですよっていうことなんです。そういうことですよね。はい。健康診断、健康チェック、はい、うん、自らのことを自らがっていうことなので、今日はそれをサポートする皆さんの生活が豊かになるグッズのご紹介ということで、はい、ババちゃん登場。ジャパネット高田ラジオショッピング、ババさん。ナイスですね。ありがとうございます。いい前振りですね。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。もうこちらこそ本当ありがとうございます。もう RCC あってのジャパネットでございますよ。そう思います。受け取っちゃった。ちょっと謙遜してください。そこは謙遜しなさいよ、ちゃんとね。もうお願いしますよ。打ち合ってのジャパネットです。そうですか、そうですか。逆です、逆です。もう女優さんもね、おでん様様で PR してこそとおっしゃるぐらいの番組ですから。おっしゃる通りです。素晴らしい番組ですわ、本当にね。そこでショッピングさせていただけて幸せですよ。いや、本当に。ペコペコしろ、ペコペコしろ。ほら、もう、どういうことですかね。今日もいい商品持ってきましたよ、はい、今日はね、体組成計、うん、体重計じゃないんです、はい、体組成計、ほう、これは体の情報を体重だけじゃない、もっともっと詳しく知ることができますよっていう、うん、そんな商品なんですよ、はい、例えば横山さんもね、今健康のために毎日ウォーキングしてると思いますけど、うん、ウォーキングして体重が減ったって喜んでるだけじゃダメなんです、はい、体重が減ったのは、うん、ひょっとして筋肉が減ってたら何にもならないでしょ。そうなんですよ ね、減らしたいのは脂肪の方じゃないですか、うんうんうん、だからちゃんと脂肪が減って筋肉は増えてる、あるいは維持できてるっていうのを確認しなきゃダメなんですよ、はい、そこでそこまでちゃんとできるのがこの体組成計、うんうん、これに買い替えてくださいと。今日はだから皆さんがお持ちの体重計、
下取りさせていただきます。ほう。3000円で下取り。ほうほう。だから下取りがある方は、より高性能な体組成計が、よりお得にお手にしていただけますと。こういうご提案なんですよ。はい。ちょっといいでしょ？いい。嬉しいです。よし。じゃあ、どんな項目が測れるのか、一個一個ご説明していきますけど、はい。まず、今回作ったブランドがタニタですからね。おうおう。何がびっくりかって、測れる項目11項目もあるんですよ。しかも乗ったら8秒間で、体の中をビャーッと測定して11項目が一気に出てきます。すごいね。たった8秒、ね、8秒なの。8秒で、はい、だから8秒間ゆっくり乗っててくださいね、うんうんうん、で8秒後に出てくるのはまず体重はもちろん出てきますね、うんうん、これが1個目。それから体重は身長とのバランスが大事ですから、はい、BMI という数値で教えてくれます。はいはいはい、はい、最近よくねニュースでも BMI30 以上の人はね、うん、重症化しやすいとか言って、あニュースでもそう BMI っていう数値が出てくるぐらいですから、そうですね、そう、これは22が基準です、はい、これより多ければ太りすぎ、少なければ痩せすぎっていうのが分かるわけですね、うん、一目瞭然分かります、はい、それから体についてる脂肪、体脂肪率、うん、これも分かります。うん、ね、だから男性の場合は15とか、うん、ね、17とか、はい、スポーツ選手だと8とか、そうそう、6とか7とか人もいるもんね、とかもいますもんね、うん、女性の方だとまあ25を超えないようにとかね、うん、基準があるわけですよ。そして、骨の量、推定骨量っていうのも教えてくれます、はい、骨の量、それからカルシウム推奨量、1日に牛乳何杯飲んでくださいねっていう目安も教えてくれるんですね。そしてこれが分かる筋肉量、はい、筋肉がちゃんと何グラムついてますよ。あなたは筋肉マンですか、ね、筋肉マンじゃない、筋肉量が分かります。ラーメンマンです、何グラムですっていうのが分かりますね。へ、それからこれが分かるのがすごい、内臓脂肪レベル、あ、これが知りたいよね。これすごいんです、お腹の中についちゃった脂肪、うんうん、内臓周りについちゃった脂肪だから外からは触れないわけですよ、はい、ね、皮下脂肪は触れるけど内臓脂肪は触れない。確かに隠れ肥満っていうのはまさにここなんです、はい、これね、俺ほんとつい最近2日前、うんうん、3日前ぐらいかな、うんうん、喫煙所にいたら、うんうん、うちのオチっていう社員がいる、はいはいはい、そいつがなんかものすごいしょぼくれて帰ってきたの、会社に、うんうんうん、でどうしたとかって言ったら、うん、いや今健康相談室に呼ばれてで生活を全部変えろって言われたんですよって、うんうん、でそいつねすごい痩せてるの。そうですね、なのに、うん、もうあなたほど悪いのはないっつってであなたみたいなののさぼらせとくとなんか、保険が下りる量とかが変わるんだっつって、はいはいはい、だからちゃんと生活するように1年間管理しますって言われたんだったけど、そいつ痩せてるんですよ。痩せてみるけど、だけど体脂肪がすごいらしいんですよ。そこなんですよ、体の中でもね、お腹周りについちゃった脂肪って外から見えないから気づきにくいんですよ、うんうん、それが数値でわかるんです、うん、これ 9.5 を基準に、ここで以下だったら標準で、10とか11になってきたら黄色信号ね、はい、もう15を超えたら赤信号です、うんうん、というのが一目瞭然乗ったらわかるわけです、内臓脂肪レベルね。それから基礎代謝量、何にもしなくても消費するそのカロリーが何キロカロリーありますよっていうのがわかります、うんうん、これ上がったね、あのウォーキングをそうそうしたら、今までは寝て起きても 300g とか 400g しか減ってなかったのに、最近 700-800g とか下手すると1キロ減ってる、うんうん、でも分かるのが嬉しいですね。そうなんですよ、これね、基礎代謝量、代謝がいいか悪いかを一目瞭然教えてくれるわけですね、うんうんうん、それからこれ目安になります、体内年齢、皆さんの実年齢とは別に、はいはい、体が今何歳相当ですよっていうのを教えてくれます、うん、ね、だから実年齢54歳55歳の方が45歳って出たら嬉しいじゃないですか、はい、うちのやつって2つ3つしか出ないけど、うんうん、年齢は出るの、出るんですか、うん、今ね俺ね、うん、41歳ってすげえ。でむちゃくちゃ体絞ってる時39歳で出るだからもう、あ、この体重計手放せないと思ってますちょっと愛着湧きますね。頑張ってる人はちゃんとこれをね評価してくれるんだよね、若く出るんです。なるほど。でサボってる人は実年齢より上に出ます、うんうん、ね、でこれとは別に足腰年齢、下半身の年齢を教えてくれます、そう、ウォーキングをサボってるとこれが高くなって、うんうん、実年齢により近づいちゃうわけなんですね、はい、さあこれもわかる。それから体型判定、あなたの体型今こんなシルエットですよっていうのがシルエットで出てきます。怖い怖い、これがすごい、乗っただけなのに、乗っただけでわかるんですよ。だって川村ちゃん、はい、ね、人からはあれ最近川村ちゃんぽっちゃりじゃないとは言われないじゃないですか。そうですよね、うん、人は気を使ってくれるから、はいはいはい、ね、でも機械は気を使えませんから、あなた今こうなってるわよってシルエットで教えてくれます。
え、シルエット出るの？刺さる、それ。9種類のシルエットで教えてくれるんですよ。忖度ないですもんね。忖度ないですから。これだからね、11項目が全部必要な項目ばっかりなんですよ。だから家にホームドクターいるみたいなもんだよね。そう。確かに。もう毎日職場検診してるようなもんですよね。うんうんうん、それが簡単に8秒間でできちゃうんですよ。すごい。しかも応援機能が入ってるんですか？そうなんです。これね、あの1ヶ月の平均とかも出てきますんで、はい、で 前の月よりも減ってたりするといい調子そのままで頑張ってとかね、ちょっと最近サボり気味もうちょっと頑張ってみたいな応援機能が入ってます。え、本当？本当乗ったらいいか、ちょ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 いい感じ、こらこら、それちょっといろいろ権利が引っかかります、ね、大人の事情でそれ多分難しいんじゃないかと思いますけど、だからね、こう応援までやってくれるからね、励みにもなるわけですよ ね、よくできてんですよ、すごい。そうだからぜひ皆さんにね、その体重計買い替えていただきたいんで、今日は下取り企画ですよ、はい、これ下取りがない場合には13,800円、はい、まあ、これでも十分お得なんですけど、はい、下取りがあったら3000円安くなります、うん、だから18,000円なんです。いやでもね、もうちょっと本当にいいのを買って、うんうん、ちゃんと意識した方がいいよね。そうなんですよ、これぐらいいいのを買っとけばね、長く使えます。だって言い方悪いけど、たかだか1万円ぐらいじゃんと思うの、ね、それで家族みんなの健康のこととか分かったりすると思えば、そうそうそう、安いもんだよね。そうですね、いろいろ測れますしね、体重、お値段以上の価値がありますよ。いやもうニトリの言い方やめてやめていい、そうですか、え、お値段の数倍の価値があると思いますからね。同じことですよ、ね、一緒か。え、ぜひ皆さんね、ご家族の中心に体組成計、ぜひ体重計買い替えてください、はい、そのためには0120-441-555番、441-555番にお電話お待ちしております。はい、今日もどうもありがとうございました。ありがとうございました。ジャパネット高田ラジオショッピング、今日は体組成計ということで、ババちゃんでした。ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット高田。御前様会議その2。毎週さまざまなテーマについてリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週のテーマは曲げたり曲がったりでお送りしています。はい、ラジオネームスパイダーさんです。子供の頃、おじいちゃんと兄と一緒に買い物に行ったのですが、うん、そのスーパーでよく兄と試食を食べていました。はいはい。すると兄が試食と間違い、惣菜コーナーのコロッケを食べていました、うん、おじいちゃんがその後深々と腰を曲げて店員さんに謝り、コロッケを買っていた姿、今でも忘れられません。あ、店員さんもね、あんたへそ曲げ王ですかとかですね。確かに。男子の人ね。確かにね。ユーチューバーでしょ、あんた。へそ曲げ王でしょ。恐ろしいですよね。しかも広島ね、なんか広島駅とかでね、はいはい、なんか撮ってたりとかしたから、ウェーと思って、ノアーって。もうレジ通す前に食べると、もうへそ曲げ王でしょつって。子供の頃ですからね、うん、その時まだいなかったと思います。で、弟の方がおでんちゃんちゃん、いやユーチューバーでしょ、たくみたいな。とんでもない兄弟。いたずらの範疇超えてますからね。そうですよ、子供でも許されませんからね。三原のトッポジージョさんです、はい、ガーデニングでモミジなどの盆栽に使われる木に柔らかい針金を巻いて形を整えていくのですが、はい、曲げすぎてポキンと折れます、うん、あー、やってしもうた。そこまで盆栽には興味がない私ですが、はい、それでも用紙を整えてある松やアジサイを見るとええー、なーと思うので、うん、行く末は手を出しそうな気がします。はい、盆栽ってだってね、ここ何年かものすごい流行ってるんでしょ、はい、あー、そうですね、うん、ちっちゃい盆栽とかね、はいはい、苔玉とか流行ってるらしいですね、はいはい、自分で作ったりとか、とんでもない値段するんでしょ。あ、そうなんですか、うん、これにお金かけるんだったら家ちゃんとしなさいよとかって言っていっぱいいるじゃん、なんか。そうですね、うん、家の前を整えるってあるじゃん、なんか骨董品ばっかり集めてる人の家もう何でも買ってたんだけど。また出た、好きですよね、骨董品ばっかり集めてる人とか言ってさ、はいはい、その前にさ、身なりちゃんとしなさいよとか家ちゃんとしなさいよとか、もう人ごとながら思うのね。います、います、うん、うちの父も車大好きですよね、はい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 、車ばっかりですからね、はいはい、そうです。いや本当だよね、うん、お前んちのお父さんそうだよ、バカだよね。、まあ、車バカです。
そうです。それ買うなら家もさって思うよね。そうです、そうです。本当そういう人多いよね。ちゃんとするとこいっぱいあるんじゃないのって思うけども、うん、そこには目もくれずに。時たまさ、全部車。俺今ウォーキングしてるじゃない、はい、で、ずっと堤防沿いを歩いてんだけど、時たまね、そう道を変えようと飽きるからって。で、違う道を歩いたりとかするの。たら、人ん家の駐車場とかってするじゃん。とか、例えばアパートとか、マンションとかの駐車場もあるじゃん。たら、ここに住んでる人がこの車乗ってんの？っていうぐらい、いい車に乗ってる奴がいたりすると、もうここは、この車に全部つぎ込んでんだ。ね、だからここ住んでんだ、みたいな、はいはいはい。これを家にしたら、家もうちょっといいとこ住めるよとか思う人いっぱいいるよね。そうなんですよね。結構ありますよね。ある、すごいある。そうなんです。でももしかしたらその家も見た目とは裏腹に、ものすごい、すごいかもしれない。あんさん、うちの近所に一軒だけ、高級車ばっかり泊まってるマンションがある。はあはあはあ、しかも、いや、ちょっと、波の高級車じゃないよねっていうぐらいのが泊まってるマンションがあるの、はい、だけど普通のマンションに見えるの、中すごいのかなと思ったりする。4次元ポケット並みに、なんかわかんないけどものすごい調度品とかもいいんじゃないのこととか、あととんでもない平米数だってすんのかなとかって思うけど、はいはい、普通のマンションなんだけど駐車場がすごいの。なるほど。逆にマンションも外側にお金をかけてなかったかもしれないですよね。そうだよね、内側ばっかりに、はい、だからボロに見えけど中はもうすごいみたいな、はい、あるかもしれない。もう裸の女の人が100人ぐらい待ってますみたいな。横山さんの希望がちょっと極端なんですけど。ただいまーって裸の時はわーしょいわーしょいわーしょい。やだやだやだ疲れます。でリビングとかでおいチッコチンチッコチンみたいな。もういきなり私にするご飯にする、それも私にするご飯にするみたいな。めんどくさい。お風呂にする私にするみたいな、もう100人ぐらいの裸の女の人いる。本当めんどくさいですよそれは。それがずっとついてるマンション。買いません。絶対買いません。欲しい。そうですね。すげえ欲しい。もうそれはもう本当次の小説の舞台とかにしていただければと思います。いいね。それだと楽しみに読みます。いいね。ラジオネーム藤りんごさん。やる気出るね。そうですね。やる気だけは出そうですね。私は車を運転するときに、はい、左折をするとき、一台しか通らないような狭い道の崖のある道で、左サイドにガーガーと車をすってしまいがちです、うん、下手なんです、はい、広い道ではないことですが狭い道ではどうしても車をこすってしまいます、うん、そして後の修理代が大変です、はい、藤林檎さんいただきました。もうハンドルを握らない方がいいですよ。あと、はい、どこ行ってんのと思う。そのさ、そうですね、左側が崖でもう右側をガーッとしなきゃいけないでしょ。どこ通ってんのと思うよ。山道。それこそポツンと一軒家の。山道でも、そこまでの場所なかなかないよ。恐ろしいですよね。左は崖。はい、もう右はガーッてもう、ルパン三世がもう泥棒した後に帰る道みたいな。もうそれですね。どっちか取るんだったら擦る方を取ると思います。落ちるよりは。ね、そうですね。すげえな。半額シールさんです。はいはい、我が家の愛犬はお決まりのコースを毎日淡々と散歩をしていました、はい、ところが10歳を過ぎてから突然これまでの散歩コースから外れて違う方向に曲がり、うん、いつもと違う道を散歩するようになりました、はい、犬の10歳というのは人間の年齢に換算してみると50歳過ぎぐらいだとも言われています、うんうんうん、自分も50歳を過ぎていて毎日同じコースじゃそりゃ飽きるよなといつもと違うコースを歩く愛犬に付き合って散歩をしています。あ、いや、ひょっとしたら気になる犬がいるとか、うん、好きな香り匂い、はい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 、とかを見つけたっていうことかもしれないよ。それあるかもしれないですね、うんうん、俺ほら堤防沿いを歩いてたら、はい、マンションの3階が丸見えでタンクトップのお姉さんがいるマンションがあるって言ってたじゃん、はい、あそこ未だに開けっぱなされてんのね。だから未だにそこ歩くと必ずその人が、あ、今日いるのかなとかって思って見るの俺必ず。それが楽しみでそこを絶対にこう譲らないみたいな感じになったけど、はい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 、その前はいろんな道を歩いてたの、はい、た時にあっち行ったりこっち行ったりしてて、で、あ、ここなんか行き止まりだと思って、うん、で引き返したりとか、はい、あ、こんな道あんだなとか、うん、あとそれこそ、あ、この辺ってビニールハウス多いんだなとか、みたいなことも含めていろんな発見があるから、はい、いろんなとこ歩いてたの。だけどあんまり街中を、うん、その住宅地というかね、
夜10時ぐらいにうろちょろしてると、はい、泥棒とかと思われたりとか、そうですね、ひょっとしてキャーとか言われたら痴漢と思われたらいけないよね、はい、と思って、あ、控えなきゃなと思ったけど、ある時この道にすごいハマったっていう道があるの、はい、それはやっぱり部屋がカーテンが開けてあって若い子がいたっていうところから、あ、中が見えると思って。そうですね。ま、うん、っすぐですね。うん、だから多分この犬も、はい、こんな可愛い犬がとか。確かに確かに。なんか好きな匂いがすんだけどとか、の道なのかもよ。うんうんうん、まあでもそうかもしれないですね。うん、犬なりにいろいろ感じ取ってるのかもしれないですね。だって人間の年齢と50過ぎなんでしょ、はい、だから多分俺と同い年ぐらい。確かに。確かに、うん、韓国シールさんとも横山さんとも、はい、犬は同じぐらい邪念だらけでも脳みそのほぼ全てが邪念。そうですね、そろそろ自分が続けてきたことに飽きる頃かもしれませんよね。同じですね。いや、河村さんにでもさ、はい、そうやってバカにされたくないんですよ俺。いや、俺だって毎日歩いてるわけですよ、はい、河村さん見て毎日ゴロ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 みたいな。しかしゴロゴロなんか私してないです。0120なんて929みたいな。そんな白本クリニックみたいなことしてない。河村クリニックみたいな生活を毎日0120クリニックみたいな。そんなことやってる河村さんに俺はバカにされたことない。私だって家にいろいろありますもん、健康器具みたいなのが。河村さん、さっきジャパネットが終わった後に、いや本当にあの体組成計欲しいですねつって、私の今乗ってる体重計って結婚式の引き出物なんですよって。かっこ悪い。そうですよ。かっこ悪い。そうですけど、何ですか？結婚式の引き出物でカタログもらって、いろいろ見て、あ、体重計ないわ、うちと思って、体重計買ったんです。で、あれでしょ？ 1 回目乗ったのと2回目乗ったのと体重の重さが違う。違うんです、これ。1回目に乗るとちょっと重めに出るんです。だから2回目乗ったら、1キロぐらい減るんです。で、1回目が本当かもしれないってことでしょ？いや違います違います、2回目が本当です。忖度体重計とかいう名前じゃないですか。いやいや、そんな名前じゃないです、結婚式の引き出物ですから。いや、そうなんだから1回目と2回目で違う値が出るので、うんうん、だから必ず2回乗るんです、はい、だからもう、で、河村さんはその2回目の軽い方を信じてるってことでしょ。軽い方が正しいからです。軽い方が正しいです、絶対にそうだと思ってます。でもそれも、そういう体重計すらも3000円で下取りしてくれるんだったら、うんうん、いいとか、もう結婚式の引き出物だろうと全力で出します。だからそんなゴロゴロしてて体重計も安物みたいな人に、俺の毎日ウォーキング何キロもしてたりとかする日常を時たまタンクトップの人が見えるっていうだけでこんな喜んでる俺。同じです。小馬鹿にしてほしくないです。同じです。同じです。タンクトップの人が見られるっていう単純なもう小学生みたいな理由で、ウォーキングを続けるのは、脇フェチなの。知りません、そんな。脇フェチなんです。その目の良さはすごいと思います。はい、はい。はい。54歳になって。あと、この道いいことあるかもって思ってきた。ちょっといいことがね、その嗅覚はそうなんだよね、すごいなと思います、うんうん、やっぱ毎日が楽しくなりますよね。いや本当そうです、笑顔で終われるの一日。はいはいはい、はい、うん、同じですよ、ね、私とほら同じです。悔しい、丸め込もうとほらね。続いて、はいはい、福山のコウモリ男さんです。ほう、何年か前に夜会社の駐車場に向かうときに小さいマンホールの蓋が開いていて右足がはまりました、うん、本来関節が曲がらないような方向に倒れてしまいました、うん、これは骨折したと一瞬思ったのですが、はい、打撲で済みました。はあ、痛めたのは痛めたってことですね。まあまあまあ、まあ痛めるでしょうね。痛めるよね。怖いですね、ちっちゃいマンホールの蓋が、うん、偶然開いててそこにあるよね。右足がはまる。だってほら、あのさ、この夏もさ、はい、たくさん水害みたいなことが広島も起こったじゃない、はい、で濁った水がやってくるじゃない、はい、で怖いのは知らない道とか普段歩き慣れてない道がちゃんと道路だと思って歩いてたら溝だったとかいうことがあるんだってね、ありますよね。だ車なんかもさ、そのわあ水が来る水が来るとかってまだタイヤ半分ぐらいだからとかで逃げてるけど、はい、道路じゃないとこう通りそうになったりとかするらしいもんね、そうですよね、慣れてないとね、見えないと特に分かんないですよね、ね、あのほら北海道とか行くとさ、はい、あのずっと電柱みたいなものにせり出して矢印みたいなのがどん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 道にザーッとあんの、
あれ何なんだって言ったら、あれ雪が深くなった時にここまでが道路ですってマークですよって、うんうん、へーみたいな。そうですよね。庄原とかでもあるみたいですもんね。そうなのね。はい、そう、本当ですか。勘じゃないですか。今勘じゃないです。川村さん勘で言う時車がキュルキュッて、いえ車がキュルキュッてなりますよ。そんなことないです。見ましたもん去年。10歳の犬みたいな感じキュルキュッて50歳ってことですか、人間年齢にすると中継で見ました。あ、去年で、はい、でこういうふうにこう棒が立ってて、うんうんうん、何だろうと思ったら、うん、ここ溝ですよって、はい、合図だって。あれさ、御前様のリスナーさんたちがさ、寒いですねもうとかって言うじゃん、はい、でいつも俺たちさ、暑いよまだとかって、で今日とかも32度とかなるらしいよとかって言うけど、昨日週間天気じっくり見たら庄原ってもう寒いんだと思った。もうだって10何度とかですよね、うんうん、朝晩氷点下何度とかでしょそこまでは言ってないよって今庄原が聞こえましたよ。庄原ってリスナーさん少ないよね。でも、あ、そうですかね。庄原のなんとかとか聞かないよね。あ、でも農業ダンスさんとかなんか庄原ですよね多分ね。あ、福次郎さん、福山のなんとかとかさ、あ、まあ多いです。三好のなんとか、あ、多いです。三原のなんとか、はい、呉のなんとかってあるじゃん。庄原のなんとかってみんな名乗らないよね。そうですね。ねえ、で名乗りたくないの。そんなことないですよ。やっぱりヒバゴンで有名になって町ですから。庄原って聞かないよね。あんまりないですね。人跡、人跡公園。電波が弱いの。届いてますよ絶対。だって前あったじゃないですか、その人跡高原町と庄原で、うんうん、こうなんか雪の雪深さをライバル視してますみたいな人もいるっていう、うんうん、そうだね、お便りもありましたし、うん、だからえそういう人たちはアマチュアミスみたいなのもすっごいすっごい長いやつとかしてんじゃないの。ちゃんと届いて放送局の出演で庄原行ってる電波。庄原の皆さんどうでしょうか。どうしよう、明日とか庄原のなんとか、庄原のなんとか、庄原のなんとかっつって。いいですよ、庄原祭りしましょう。したいです。焼き肉屋さんもね、牛バラのなんとかとかも、ね、いやそこは関係ないからねみたいな。豚バラです。今週は、はい、曲げたり曲がったりでお待ちしています。お送りしたのはシャネルズで街角トワイライトでした。さあ、それでは午前様クイズプレゼント当選者発表の時間です。はい、今週のテーマ曲げたり曲がったりで、今日は木曜日です。私川村が出題をさせていただきました。はい、私の周防大島の祖父母の家から徒歩 2,3 分のところに古い神社があります。うん、で子供の頃はよくおじいちゃんと一緒にそこ散歩してたんですけど、はい、そこまでの道すがらに左に曲がる曲がり角があります。うん、そこにある思い出があるんですが、はい、それは一体どんなことでしょうというのが今日の問題でした。はい、正解は、そこで初めて金柑を食べた。あ、たまたま、たまたま、たまたま。なんか宮崎の、ね、大人ぐらいのたまたま、たまたま。はいはい、たまたまね、美味しいですよね。たまたま、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 たまたまって言ったから。それ、ダバダバです。パパ、プーって。ごちそうさまでした。そんなコマーシャル見たことないですけど。ということで、はい、鎌狩物産からアバビトの申し置き2セット、今日はこちらの方にプレゼントします。ラジオネームマイアミバイスさんです。そして日本行動の気分に合わせて選べる4つの香りの香、ルーミークリーン&リラックスは、はい、ラジオネーム矢野のやそすけさんにプレゼントします。はい、ほら矢野の人でも名乗るのに、そうですよね、庄原のっていないんだよね。庄原の、そうですね。なんだマイアミバイス。マイアミじゃないですか、やっぱりマイアミから聞いてらっしゃるじゃないですか。マイアミのバイスですっていう、アメリカかもしれないですね。ちょっと帰るやな。いいんですよ。ラジオネームもなかさんです。はいはい、十時台に、うん、鵜飼の三好の話ありましたけれども、はい、私も今年孫2人と鵜飼に行かせていただきました。船で行く川面は涼しくて、7メートルの綱を操る鵜匠の方の手さばき見事でした。うん、頑張ってと言いながら孫は夢中になっていました。はい、鵜のぬいぐるみを買って帰ったのですが、うん、帰ってからは座布団を船に見立てて鵜飼の真似事をしているのが見てて面白かったです。心に残った夏の思い出です。鵜飼の皆さんありがとうございました。はいね、ぬいぐるみがあるんですね、鵜の。そうだね、なんかお風呂で遊ぶ
うかいセットとかあればいいの。あ、確かに。なんかポーンって投げたら口から魚がピョンって出てきたりとかさ、するような、なんかこう、いい、できそうじゃん。楽しそう。ねえ。お風呂で遊ぶうかい、うん。いいですね。ちょっと船とかもあったりとかしてね。あれだったら三好の皆さんね、ちょっと、一緒に、はい。なんか商品開発、あ、確かに、させていただいて。で、その船乗ってるのが小出さんパーソナリティだったり。ああ、それいいね、それ ね, ね, ね。そうですよね、はい。で、来年のその6月、またうかいが始まるシーズンとかに販売して、で、俺たちもイベントとか参加して、で、まあ、とりあえず俺たちが、まあ、あの、年間パスポートもらうみたいな。結局自分の利益しか考えない。それで手を打とう。歌向こうが打ってくれません。あとね、はい、と思ったんですけど、ゆうはるママ横山さんすごいっす。合体してます。横山さんの好きなお菓子が合体しているんです。ポテトチップスとポテトチップスと札幌ポテトバーベキュー味が合体しています。え、ほら、うわ、え、だからポテトチップスにバーベキュー味の味付けがしてある。へー、ほんとだ。ブラックペッパープラスって書いてあります。はい、へー、いや、もう早く緊急事態宣言あげて横山もうできてくれ。自分で買いに行きなさい。今俺買い方がわからんけ、お菓子買ったことがないけ、緊急事態宣言が早く開けて誰か横山モードで行って。どうやって生活してるの。箱ごとくれ。ダメです。あとプロ野球チップもくれ。ダメです、ダメです。なくなりそうじゃけ。そんな人の元には来ません。ラジオネームさつまいもさんです。はい、はい、今日はさつまいもが話題に上がってとても嬉しかったです。ほう、私はさつまいも料理が大好きです。うん、ふかしいも、干しいも、栗きんとん、天ぷら、焼き芋など大好きです。はい、こちらのお天気は雨ですが、うん、さつまいもが話題に上がったので明るい気持ちになりました。はい、なんと山梨県から送ってきてくださった。山梨の放送聞いてもらっていいですか。ちょっと紛らわしいのでちょっとね。でも山梨もね、さつまいももそうですけど、ぶどうとかもね、秋の味覚ですからね。そうですね、うん、俺は山梨学院大学受けてますからね。受けたんだっけ。はい、そうです。受けて合格したんですよ。はいはいはい。ただ足が速くないっていう理由でやめました。なるほど。うん、あと山梨学院大学は試験がなかった、面接だけだったって。あんだけ受験勉強したの試験ねえのかよっつって。人柄で取るなバカって言いながら出て。いいじゃないですか。それが一番大事です。ぶどうの種をプッブッって言いながら出てきました。あとね、小原のドロンチョポップっていう人が初メールです。あら、ありがとうございます。小原です。ええー。電波届いています。よかったですよ。ああ、そうですか。よかったよかった。ほっとした。届いてないんじゃないかと思ってたからさ。あと、小原にラジオがないのかと思って。あります、あります。あとね、今日は何の日。はいはいはい。9月9日。ええ。が、多分いろんな日があるだろう。そうですよね。こういう日があったらいいんじゃないの、はい、っていうのをリスナーから大募集って言ったところ、はいはい、ストレートマン、他多数。え、9月9日、9と9で、はい、キュンキュンする日。あー、なるほど。キュンキュンする日。あまあなかなかしないですよね。平日木曜日の午後からキュンキュン。したいなっていうぐらいのね、アンテナ高く持ちましょうってことですよ。そうだね、キュンキュン、ね、俺の股間のたまたまかみたいなね、ちょっとボン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 みたいな動きをしてほしいよね。ちょっとクオリティ上げてくるのやめてもらっていいですか。俺の股間のシャネルズがさ、ちょっと南風受けながらみたいな、生まれたままの姿でみたいにしてほしいよね。本当聞きたがってたんですよね。そうなんですよね。変えたんですよ、曲をね。そうですよね。本当は別の曲がかかる予定だったんですよ。小林、オープニングで話があった9月9日何の日にするか、はい、ですけども、私も考えてみました。お、ありがとうございます。英語だと9月9日99、なので、はい、ないないおで、断捨離の日。あー、なるほど。それも日本断捨離協会とか制定してもいいですよね。あるかわかんないです。でも、あの、9月9日今日は断捨離の日ですよつって9月9日をナインナインで、ナイナイのところから、断捨離で、もう、回りくどいわ、もう。無理やりか、半端ない、絶対文句言う。そう思います。そうだと思います。ヘベツカイザー。9月9日何の日か。クク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 、江戸春美の日でお願いします。そうですね、確かに。それもいい、楽しい。釣りと登山41歳。はい。9月9日ですが、9と9、キューちゃん、キューちゃんで、片岡鶴太郎さんの記念日にできないでしょうか。またひねりまくりましたね。ひねり
古すぎだよって言ったよね。別のイメージがすでにある。シモティーナ、お今日9月9日はパンティをクイッククイッて無理、無理しかない、クイッてあげるという日なので、ハイレグの日、あーそういうことですか、とさせてください。ラッシーさん溢れてますね。すさあまた皆さん明日も一緒に笑えればと思います。明日も元気に会いましょう。ではまた明日、失礼します。